始まりました BKB の公式 YouTube ブンブン、2022、明けおめということで、生配信やったら200人ぐらい減った。あ、見にくれてるってことか。去年もね、ゲーム配信やってね、はい、ビタ止まりの200人がね5時間ぐらい見るっていう、ね、2021成り立ての暇な200人が見てくれましたよね。上も減りもしない200人がね、うん、あれやっぱ家族ですよね。やっぱあの人たちはファミリーですね。うん、ファミリー、マイファミリーようこそということで、はい、今ね、森田18人見てますよ。あら、いいですね。うん、さあ、どうでしょう。さっきなんか鈴木美優ちゃん見てたな。あ、そう、鈴木美優ちゃんっていう。じゃあまずはラジオ一緒にやってるから。いや、ちょっとじゃあまずは、あ、めっちゃ映る、裏映りする、恥ずかしい、ちょっと裏映りしすぎてるわ。ゲーム配信ってね、なんていうんですか、普通はその画面録画的なことでやるんですけどね、BKB のね、あれはね、もうカメラをね直撮りなんでね、あんま映すなよ、そこテレビをね、映してね、うん、やってますよね。あ、65人見てますね。じゃあ野田ゲーパーティーぐらいやってちょっとご機嫌伺いますか。そしたら、いや、最初からガチでいきましょう。は、どういうこと。勝負するか。何で。釣り革。いや、もう釣り革はもう野田ゲー、まあ野田ゲーはね、別にできるけど、まあ新年早々野田クリスタルゲームで原担いどこや。まあそうっすね、うん、じゃあ皆さん、なんていうんですか、明けおめ、明けましておめでとうございます、はい、屋敷はね、口の中見せようか、明日会います。口の中見せたの不快やねん、それ汚いねん。年越しそば食うときに口見せなくてくれる。これが炎上したやつでこの芸能界からさらばしてほしい。あ、そう、あ、ごめんごめん、新年初滑りていく、すげえ滑っちゃうということでね、皆さん、BKB の、YouTube 生配信へ移動お願いします。もう無理しなくて。今年もね、ビタ止まりの200人で、朝までぶっ続けで頑張りましょう。いやいや、そんなせい。そんなせい。俺は朝7時から幕張りやから。ぶっ続けでツーリングしましょう。バイクだけに、ボン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 。俺より強いボンボンすな、お前。いたと。懐かしい。お前が言うなよ。お前が言うな。酒を飲んでません。二人ともね。シラフでーす。はい。さあ行きましょうか。こういうやつですね。野田ゲー。あ、野田ゲーですね。スーパー野田ゲーですね。はい。やるぞ、森田。はい。ということで、皆さん、さよなら、良いお年を。良いお年を。良いお年はもう言わんでええねん。良い。今年もよろしく。いや、良いお年をってさ、正月こそ言うべき。あ、まあ、お前の理論もわかるよ。ちょっと待って、俺待って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 、よっしゃ、勝ちました。待ってや。ちょっと待って。1PBKB 勝ちました。ありがとうございます。これ、あれ十字キーだけ。そう。十字キー左右だけ。じゃあ俺、インスタライブしながらでもできるってこと。あ、余裕やな、ね、やったろうやんけ。えら余裕やな、お前。じゃあ行きましょう。もう一度これ別に。さあ、どうでしょうか。うまいかな、これ。ちょっとなしてんの。だからやっぱ片手では無理。片手では無理よ、ね、はい。2秒で終わってる。じゃあちょっとまた後で、はい、皆さん、とりあえず BKB のね、生配信に移動お願いします。いや、別に無理しなくていいですはい。そんなに見られたくない。そうそう、別にこっそりやりたいですからね。はい、お願いします。はい。はい、レッツゴー。ちょっとなしてんの、マジで。残すなよ、アーカイブなんか。ワンピーの勝ち。どうやったらあれすんだよ。アーカイブ、動画を破棄か。そうね。さあ、どうでしょうか。皆さん、盛り上がってますか。あ、パネポン懐かしいってコメント、1年前に見に来てくれてた人がパネポン懐かしいって来てますね。もうあれから1年かという、感慨深い感じになってるんでしょうか。バリ感慨深い。お、176人見てる。さあ、明けましておめでとうございます。生配信ですね、現在。1P が野田が川崎、青が森田でやっております、釣り川のゲーム実況ですけど、あー、はい、いや、まだいける、あ、いけるいける、まだいける、くそ、下手くそやな11秒、お前さ、1分は行こうよ。まあまあ行きましょうか、本気で、うん、行こう行こう行こう、はい、行きましょう、もう一度プレイ、はい、
あれ、都合。まあまあ、野田ゲーはな、最初やるだけやから。俺たちは本来決着つけるべきゲームは別に。危ないよー、うん、青が森田で白が BKB ですけれども、この BKB の安定感見えますか皆さん、ね、いや俺の方が真ん中おるし。アクション。やめる？やめようか。え、野田ゲーはやめる？野田ゲーはちょっと森田のヒールドじゃないね。うん、はい、今年もね、うん、テレビ直撮りでね、そうそう、ちょっとねバイクさんちのテレビが大きくなりました。そう、俺の上がテレビがね、やっぱさらばの森田、トットのタダが家に来るたび、うん、はい、テレビちっちゃいっすねって言われたから今ね買い替えました。そのこのね撮ってるやつのネック部分をね、うん、あのラジオディレクターばりに動かして、ね、やってますけどね。これなんかうまいこといかんな、ちょっとだけです、ね、テーブル下げるわ。皆さん、あのカメラ配置してるんでお待ちくださいね。ちょっとテーブル下げてますね。ほら、これぐらいじゃないですか。そんなゲーム配信ないねん。ちょっと斜めやけど、この方が全部見えるか。こういう感じやな。はい。斜めゲーム配信。ちょっと、気持ち悪いか、これ。これ気持ち悪いですかね。どうですか。気持ち悪いですかね。どうですか。どうやったら斜め。あ、だから。で、コメントもなんか気持ち悪いな、なんか。コメント、ここで。あ、こっちだよね。こうかな。あ、チャーハンおもろかったです。ありがとうございます。おもろかったね。65人しか見てへんやんけ。あ、それ違うよ。296人今。え、そう？うん。去年より多いね。よし、これぐらいかな、うん。これぐらいだったらいいんじゃないですか。はい。ちょっと許容範囲じゃないですか。これぐらいやったら。はい、じゃあ行きましょう。さあ、始まりました。さあ、改めまして始まりました。BKB と、テツテツの、仲良し、明けましておめでとうございます。違う、あんたが紹介するから。あ、そうか。ああ、始まりました。BKB の YouTube 文文、明けましておめでとう、生配信ゲームなんですけれども、今日は友達が来てます。こちら、テツ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 です。なんか普通屋敷おらんからなんかリズムが来るな、まあ、リズム来るんですね。BKB とテツテツが今日は2人で、ゲームをしていきたい。ゲーム配信者のテツテツでございます。はい、そうですね、はい、あと BKB ですけどもね、はい、もう一人ヤッシャンって言うんですけど、ヤッシャンはちょっと今忙しいので、ヤッシャンちょっと明日から、朝から多分ヒットパレードですかね、はい、そうですね、家に寝ておりますということで、ヒットパレードね、去年呼ばれましたけど今年呼ばれてないですね。あ、まあまあいつか呼ばれるんじゃないですか、ね。じゃあ遊び対戦会いっときますか。なんすか遊び対戦って。誰でも遊び対戦じゃないですか、うん、これね。これ何人見てるとかさ、どこで分かるの。ちょっと待ってな。一回切って。一回切って、リセットさせて、ここでこうやってみますと。314人。うわ、めっちゃ見てるやん。すごいですね。去年より100人増えてます。はい、やっぱこの1年頑張った証拠じゃないでしょうか、はい、ということで。はい。1台で遊びましょう、2人プレイ。これあれか、俺がめっちゃ得意なやつか。まあ俺も得意やけどね、うん、俺がボロ勝ちしたやつやん。じゃあまず全ゲームそんなことなかったですけどね。じゃあまずは、お手並み拝見でコネクト4いきましょうか。何でしたっけそれ。これは4目並べです。ああ、4目並べ、はい。ルールは簡単、4つの色を縦横斜めに揃えれば、勝利となっておりますけれども、はいはい、明るくするな。簡単ですね、はい、これがコネクト4です。これね、皆さん今300人超えてますけどもね、これね、ちょっとしたらね200人に落ち着くんですよ。あの、どうせね裏切り睡眠するんでしょ。うん、裏切り睡眠ね。はい、はい、森田からですよ。黄色が森田です。黄色森田、赤 BKB です。どうしようかな、下打ちすんのよ、あんまその。この背景のね、黄色が嫌なんですよね、うん、黄色と赤が、ね。どういうことですか、背景 の背景映さんでいいんですよ、ね。いや、背景がおしゃれなんじゃないですか、これ。何あれがね、ややこしくしてるんですよ、ね。いやいや、それ変な言い訳をね、もう種をまいてますね。言い訳の種をまく人ですけれども。はい、黄色が森田、赤 BKB ですけれども。まあ、どっちがね、やっぱ賢い人が勝つゲームですからね、これは。うん、どうしようかな。一応生配信なんてね、あんま超怖させていただいてたんですけど、おっせーな黄色のものだったら、おっせーなー、こっち行くか、はいはいはい、なるほどね。まあ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 、はい、はいはいはい、ひえ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 、おお、よう気づいた。4目ね、四目並べ、同じ色が4つで、はい、負けですね、はいはい、
ああ、なるほどね。おもろいけどね。はい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 。曲がいいんですよね、また。軽快な曲ね。あんま聞こえへんって。おっと、お前危ないことしてますね。気づくに決まってるでしょと。怖かったですね。危ねえ。こいつ4つ揃えるとこでしたよ、黄色のやつね。どうしましょうかね。そう、社長が黄色です。BKB が赤ですね。はい、社長っていうか、鉄ですね。あ、鉄です。はい。社長やめてください。はい、BKB の勝利、明けましておめでとうございます。お前忘れてた。完全に忘れてた。まあまあまあ、めちゃくちゃ久しぶりにやりましたので。頭もう一回いきますか、うん、どうしますか、はい、当たり前やろ。これね、森田の、必勝法なんですが、勝つまでやめへんっていう。で、あ、宮本武蔵と一緒の発想ですから、ね、あ、そうなんですか、はい、バカボンドとね、しつこすぎてね、はい、勝ちへの途中っていうね、うん、でもお前とはもう戦いたくない、じゃあ俺の勝ちでいいんすねっていう。あのやり方ね、まあ、それが別にね、勝負のあれなんでね。まあそうですけどね、はい、ヤンキーとかの世界一番強いと言われてるやつね。そうですね。あいつに手出したらもう終わりだ。前田泰孫とかね、一緒ですから。そうですね。黄色が鉄鉄、赤が森田、赤が BKB です。森田って言うなよ。配信中に。さあ、どうでしょうか。はい、で続いてください。はい、ちょっと見やすい。あ、そっち。どうしよう。あの、ちなみに皆さん、これ明けましておめでとうの、ダラダラ配信なんで、喋らんくなっても気にしないでくださいね。別に。ほんまやで。うん、喋る喋らんはもうほんと気にしないでほしいですけれども。さあ、ここにね、ここにね、はい、うわ、382見てる。すごいね。さあ、いきましょうか。はいはい、危ないことしてますね。はいはい、危なかった。あ、はい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 、オッケーです。おい、もう焦ってない。全然ですけれど、はい、おいと。はいはい。はいはい。赤がビケビ、黄色がテツテツ。さあ、今んとこね。あ、まあテツテツが有利かなって感じです、ね。じゃあコメントでどっちが有利かね、うん、くださいという感じでしょうか。うん、まあ、ちなみにさっき初戦はビケビが圧勝させていただきましたけれども、どうでしょうね。さあ。うん、どうしようかな。まあ、毎年一生ゲームしような。正月は絶対嫌や。危ねえ。まあまあ、さあ、今のはてつてつのサイレント沖でしたけども。サイレント別にバレないように沖という、ね、基本サイレントやから、このゲーム基本サイレントで置くから、はい、ここやって言わへんから。さあ、どうでしょうか。これどうしようかな。何か、ここ置いちゃうと三三になるもんな。これちなみにルールは4つ揃えれば、勝ちなんですけど、鉄鉄はえらい焦ってますね。いや、別に焦ってはないです、ね、遅いですよね。もう俺だとすぐ置きますけど、ちょっとこれは遅いな。臓器戦に突入する可能性がお前のせいでな。お前が今おかんせいで長期戦になりますけれど、これこっち置いてもおっせえな。よくないね。なんか来てるぞ、左から3番目。左から3番目ですか。ここですか。ここ置いたら危ないですよ。ここ置いたら3-3作ることになるんでね。どうなんでしょうね。ここ行ってみるか。ああ、いいんじゃない、そういうことでね。もう俺はそんな、皆さんあれですよ、そんな時間かけさせません。はい、レッツゴー。あ、そう行きましたか。早くしてね。遅いんですよね。なんでこんな時間がかかるのかって話ですから。ありがとうございます。うん、早くしてください。はい。その時は時間ですからね。黄色が鉄です。赤が BKB ですけれども、4目並べ4つ揃えれば勝ちです。明けましておめでとうございますということで。そう、防御面も考えないといけない。防御しつつ攻撃する。ということで、新年明けましておめでとうございます。レッツゴー。あ、待て。
弱いね。あれなんで俺これめっちゃ強かったはずやのにな。なんか弱ない。さあということで、なんで仕切り直した？今、ここまで見てくれた人とは、お別れでございます。ここから、新規の方々に入っていただきまして。なんで森田負けたら客入れ替えるの？二部制でやってますので、ここまで見ていただいた方、さよならということで。いいの？負けた思い出で帰ってくるの。入れ替えるのはええけどさ。いや、まだ、あの、客が少ないうちにね。いや、これ以上増えるか。びっくりしてんの、478人って。じゃあもうほんまにやりましょうか、ちゃんと。いや、ええ。やりましょう、最初から。何最初からって。もうこれ一回このゲームやめる？何？一回これやめる？いや、やるよ、やるよ。何言ってんの？ほんまに？うわ、伯爵から、うわ。危な、伯爵からライン入ってる。伯爵は一旦ね、置いときましょう。はい、さあ行きましょう。これなんていうやつ？これは、コネクト。コネクト4ですね。さあ参りましょう。コネクト4ということで、黄色が鉄鉄、はい、で赤が BKB、 4つ同じ色揃えれば勝ちですけど、今んとこ、2勝0敗で BKB ですけれども、新年からね、本当にあの勝たせてもらってます、ありがとうございます。さあ本当にこっから行きましょう、皆さん。いやいや、こっからっていうかこっから皆さん本当にこっから行きましょう。あ、今 BKB に明けましておめでとうラインが来ました。いやいや、そのいちいち読みますね。明けましておめでとうございます。今年もお願いします。マジカルラブリー村上から。あら、いいですね。こいつはリチ何人に怒ってるのかということですけどね。はい、私も来ました。あ、森田も来ましたか。ご無沙汰しております。はいはいはい。今年はどこかでご飯行きましょう、うんうん、高田の馬場で飲んだ女の子が来ました、うん、返したでよ今すぐ返せ、確か、何もさせてくれなかった女の子でございます。何もさせてくれない子は森田は飲みに行かないです、はい、本当ごめんなさい。二度と行かないです。すみません、本当にね、あの、なんていうの、ギブアンドテイクでということで行きましょう、コネクト4ということで、パネルでポーンみたいな線でいいんですけれども、パネルでポーンがまず知らんから。そうですね。さあ、BKB が赤、森田が、鉄鉄が黄色ですけれど、森田って言うなよ、二度と。そこ、鉄鉄やから。すごいこの愛してくれてんなこの配信、すごい愛してくれてんな。さあ、どうでしょうか。ああ、そういきますかということで、まあ、これはさすがに気づきましたかね。さあ、森田の目はごまかせませんよ。いや、めっちゃ簡単やからあれは誰でも気づきますけれど、はい、合格ですということで。いや、森田じゃなくて、鉄鉄。あ、鉄鉄、いやいや、こだわりやな赤が BKB、黄色が鉄鉄ということで大丈夫ですか。ああ、大丈夫、体調悪いんですよ。帰れできたんや、生放送終わり。ああ、体調悪い。生放送終わり来んなよ、体調悪いのに。さあ、どうでしょうか。さあ、行きますか、じゃあ。そろそろ。遅いのよね。テンポよくしてくれる、生配信とはいえ。ちょっと待ってください。いいっすよ。そやな。これでも行っても無駄やもんな。何が何が何が、おっせーな。置いた？はい。置きましたね。はい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 、ここ配布しておっと、鉄鉄のサイレント置きを。いや、当たり前よ。見破った男。めちゃくちゃ優しいところ置いてる。誰でも気づくわ。そう、四目並べで縦横よりもこう、いかに斜めとかにサイレントに置けるかが。そうそう、俺斜めのルールあるって知らんかったからさ。だからさっきまで。知らんかったね。いつ知った？今です。へぇ。まあ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 。まあまあまあ。うん、行きましょう。行きましょうね。どうしようかな。まあ、現時点俺の方が強いから。いやいや、その別に胸借りる感じでやれ。本当にあの、うん、マジで、うん、まだ一回もやってないからね。まあ、言ってね、すごいよね。皆さん、こんばんは。お前、お前、今来たら新規のお客さん騙すな。皆さん、こんばんは。今から始まりました。小さんの今400人おったよ。さあ行きましょう。俺が買ってるとこ、フォーということでね、やってますけど、はい、現在3回目となっております。はいはいはい、本日の明けましておめでとう、ゲーム生配信、コネクト4、3回目です。いや、まあ、2勝0敗とは言っておりますけども、語尾強くすんな。語尾強くしてゲーム配信っぽくすんなよ。さあ、どうでしょうか。さあ、どうしようかな、これ。これどうする？遅いよね。
これどうしようかな。いや負けてええやん、遅いねんって。はいはいはい。なんかあの森田、あ、鉄鉄は森田って二度と言う。あ、ごめんごめん、あの分かりやすいよね、全部。全部その3の揃え方が分かりやすい。さあどうでしょうか。なるほどね。まあなんかこう、でもいかんせん黄色が攻めてる感じには、見えてるんじゃないでしょうか。はい、ここ置かれたら嫌ですよね。相手が嫌なとこに置く、これクゾフォーの鉄則です、これが。まあ大体そうやな。大体そうですよ。まあ大体がそうなんですけどね。はいはいはい、ということで、じゃあこういうとこ行きましょうか。はいはいはい。さあ、鉄鉄の長考タイム。基本長いですからね。はいはいはい、なるほどね。はいはい。まあ鉄差し物鉄鉄も、もう少しずつではありますが学んではきてる、そういったところでしょうか。はい。さあコメントもね、てつてつが可愛く見えてきたというコメントもいただいてますけど。ありがとうございます。そこ気づくも遅かったですね。何がですか。なんか、はい、だいぶ気づかなかった。何がですか。いやいや別にその圧で来んな。何がですか。圧で来んなって。はい、うん、いや分かった分かった。はいはい、これってドローもあんの。ドローもありますよ、それは。はい、さあ、てつてつに今 LINE が来ました。新年明けましておめでとうございます。これはどこの。本年もよろしくお願いいたします。誰からだ。わわわわということで、まさか。安田大サーカス、クロちゃんさんから。これは参りましたね、いただきました。クロちゃん今年も縁起がいいですね。気持ち悪く頑張ってください。うん、これを、え、バイクさん今どこいたん。え、前はもうええやろ。はいはい、なるほどですね。さあ、もう、まあ、そろそろじゃないでしょうか。確かに今回は一見森田が攻めてる感じには見えておりますね、うん、あそこ行きますか。はい、さあ行きますね。ありがとうございます。来たー、これが鉄鉄でーす。さあ皆さん一緒に行きましょう。コネクトフォー。いやさ、要素の鬼の首取れるね。テンス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 テン。2勝いっぱいやるで、その1回勝った上で鬼の首やね。鉄鉄民、鉄鉄ワン歓喜ということで ね、 いやそうね。お前のインスタライブから流れてきた人多いからずるいやんな。なんかその鉄鉄派が多いからさ。ありがとうございます、うん、うわすげえ、もう鉄鉄大ホームということでね。なんで俺の YouTube でこんなことなんですか。俺やろ。ありがとうございます皆さん。はい、上でからチャンネル登録だけして、ね、皆さんお願いします。ありがとうございます。それだけしてくださいね。鉄鉄今年ちょっとバスツアーとかやろうかなと思ってます。あ、いや、あ、ゲームバスツアーです。どういうこと、ゲームバスツアーって。いや、あの鉄鉄として。いや、お前弱いからやめとけ。バスツアーできるほど鉄鉄と行く、ゲームやりまくりバスツアー。皆さんよかったら、まあ一泊二日、3万5000、高っ。高いんか、わからん、わからん、安いんかな。は、憧れのゲーム配信者とお前旅行行けてゲームできねえぞ。じゃあ行きましょう。出た、うん、ゲームは、レッツゴー。俺得意なやつや。ヘックスこれはルールは簡単でございます、うん、左右に赤と青が見えてると思うんですが、うん、まず BKB が青なんですが、はい、この青から青のブロックにどんなラインでもいいので揃えれば勝ちです。逆に鉄鉄は赤から赤のラインを作ればいいです、ね、じゃあ BKB からいきます。 BKB がブルーです。はい、レッツゴー。これどうやるのがあれ、え、俺が赤やったっけ。はい、赤ですね。さあ行きましょう。はい、ネックス。はい、はい、行きましょう。ヘックス。ヘックス。なんかネックスって言ってましたけどね。これ さどうでしょうか。これどうやんのやったっけ。何がちょっとまだ今探り探りですけども。寄り添って寄り添ってやってますけども。近いですね。離れてほしいですけれども。これは攻略法は果たしてあるのかという。まあ、それで言うと、もう森田さんは積みかけてます。あ、鉄鉄は積みかけてます。あ、そう。はい、まあ、まだいけるけどね。はい、俺はもうここで1個揃えました。はい、寄り添います。あのね、
鉄鉄は赤から赤に繋げなダメやからね。あ、そっか。そう。忘れてた。俺に寄り添ったら青から青になりますから、はい。何やってるのかな。最悪やん。どうすんのよ。どうなんでしょうね。どうするんでしょうね。まあ、好きに邪魔したらいいんじゃないですか。こんなもんお前勝てるかこんなもんどうやって勝つねんこれさあ皆さん BKB のコメントお願いします。 BKB がヘクスで勝利しました。さあ皆さん入れ替え制でございます、ここまで見ていただいた方すいませんありがとうございました。なんで負けたら追い出すねんありがとうございます。追い出すなってそのコメントちょっともう一回やらせて。そうか俺は赤から赤か。そうですそうです、はい、分かりました、はい、そういうことです。参りましょう、レッツヘックスということで、先行高校はランダムで決まっております、今回の先行はエビ、あ、高校、先行鉄鉄ですね。よっしゃ、鉄鉄や。赤から赤が鉄鉄、青から青が BKB となっております。さあ、どうでしょうか。これで、こうかな。うん、ここでこんな遅いやつおらんで。寄り添ってくんな。まあとりあえずはね、邪魔しながら攻めるっていう基本ですからねこれ意味あんのかなこれうわ意味ないやんこれ最悪やんいつ前か攻めてたと思ったら攻められてましたね確かに、うん、ちょっともうこっち防御しに行こう。まあまあまあ悪くはないんじゃないですか。さあ、BKB は青から青、鉄鉄は赤から赤ということで、今の握手ですね、完全に。ああ、そう。はい。行きやすくなりました。ああ、そういうことか。はい。なんか、なんかさ、うん、さっきと似てない展開。確かに。ちょっとまだ俺コツ分かってないな。分かってないですね。頼む、俺の方が先、ついてくれ。いや、つかんよ。はい、行きました。あ、レッツレッツ。分かった分かった、やっと分かる、やっと分かってきました。さっきと同じやつ。さあ、ここまで見ていただいた方ありがとうございます。入れ替え制でございます。入れ替えんねん。なんで負けたら見てる人入れ替えんの。そろそろコツ分かってもらいますか。はいはい、分かりました。こっちも別にあのすいません、ガキの使いじゃないんで。あら、今年やってないのに。まあね、はい、何それ。別に何もないよこの辺から行ってみようかな。さあどうでしょうか。ああ、そういう攻め方ね。はい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 。おっせな。もうなんか俺の方が有利やもんね。確かに邪魔してるもんね俺が。確かにね。あかんなこれ苦手やな。テツテツがこれをヘックス強くなるんかな。それも見たいけどね、強くなるところを。どうやったら強なんのこれ。いや、でもまだ、まだいけるよ。え、それいった。うん、俺今ミスった。今、ミスった。最悪やん、うん、自分。そう、だから、うん、もう分からなくなったよ、これで正直これは、ちょっと待てよ。今俺が1個ミス起きしたから森田が形勢を逆転できる可能性はあります。ありますね。はい。おお。赤がつながりかけてはいますから、俺はそれを断固阻止をさせてもらいます。赤が鉄です。青がビゲビ。どうなのやろね。あれ、そこ行く。あ、ミスった
よし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 。さあ、鉄鉄の、ミスりましたよ。鉄鉄の真夏の大冒険。これは危ないですよ。鉄鉄が。これどうすんねやろな。これで負けたら鉄鉄やばいよ。ちょっと今のは間違えましたね。握手ですね。早くも鉄鉄おめでとうと来てますから、これ。ほんま。これで勝てんの俺、ほんまに。まあ、現在は有利よね、どう見ても。うん。そりゃそうよね、間違いなく。ここで長いな。はい。あ、これ買ったんじゃん。確かにね、これは、ま、これ買ったっしょ。これは負けたかもしんないです、正直。さあ、皆さん、これは負けた。タイムです。これは負けたか。テツテツ。あ、これは負けたね。テツ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 。よっしゃ。これは負けました。伏線張ってたんですよ、これ。何回か大きいミスしたから。イエーイ。いやだから、さあ、テツテツビーバーです。一回だけやから。もう一回やろうや。はい、一回出てった皆さん戻ってきてください。なんで勝ったら呼ぶねん。はい、じゃあもう一回行きますね。は？勝つまでやるやん、この人。そう、お前な。マジで。やば。そう、お前な。やっぱ。参りましょう。これでお前が勝ったら認めてあげようじゃないかという。一回の勝ちぐらいで。さっきの。さっきのやり方。さっきのやり方。いや、でもさっきのやり方、マイクさんに阻止されてたもん。俺がミスったからな、普通に置き配を。どうでしょうか。長いなあ。俺か。長だる。コメント見てて森田ファンしかおらんなと思って。寄り添っていきます。これ寄り添って寄り添っていったら、うん、トントン。寄り添い式もまあまあ悪くはないけど、まあね、あんまり良くないよね。先の先まで計算立てて。遅いなぁ。うっせぇ。はいはい。そういう感じね。赤がテツテツ、青が PKB ですけれども。はいはい。なるほどね。なんかこういったらどうなるかな。もう鉄鉄が遅いっていうのはもうデフォですね。デフォルト。鉄鉄の武器は遅いということで誰に知られてますけども。誰武器ですね。これやってみようかな。はいはい。そうだね。え？これを。意外に強くない。長いな。強いとこがやどこがやね。長っ。ちょっとだけ強くなってきましたね。鉄鉄ちょっとだけ強くなってきました、ね、長っ、うん、全然長くないけどねさあ、これはどうでしょうか。そうなるよね。小賢しいなぁ。いや、こういうゲームですからね。ちょっとこれでもまだわからん。
まあまだ分からんよ全然、うんうん、どっち有利これ今テツテツの勝ちじゃないって言ってる人いますけどね。どっちでもないんだよ。まあ多分ネームバリューでってことですよね。そういうことだよね。みんなあの雰囲気でやっぱそのごまかされるから、うん、知らんこと多いからねみんな実は。ここ行っちゃうとあんま良くないか。おっせえな。おっせえな。そうだね。うん、さどうでしょうか。これは本当に分からなくなってきましたね。分からんな。うん。やっとヘックスできてるって感じです。正直。俺たち。うん。俺たち今ヘックス中です、うん。やっとヘックスできております。皆さんもどうぞよかったら共にヘックスをしてはどうでしょうか。あんま意味ないか。どうでしょうね。遅いですね、なんせなんせ遅いですね、うん、はいはいはい。あ、でもね、いい、うん、いいと思います。悪くない、そういうことやと思います、うん、どっちかといえばね、うん、うん、遅っ遅っ何この人どこがどこが遅い。あ、皆さんね、遅い遅いというコメントありがとうございます。そうですよね、テステスも持ってました。さ、どうでしょうか。おっそあ、おそ、怖っ。はい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 。あ、そっち行く。そうね、そのが揃わないですからね。結局一緒か。つなげられる？ポンポンポン。さ。テツテツが焦ってきました。焦るテツテツ、余裕のビーゲビーといった構図でしょうか現在青から青につなげればビーゲビーの勝ち、赤から赤につなげればテツテツの勝ちとなっているシンプルルールとなっておりますけれども、どうでしょうか。はいはいはい、なるほどね。遅っ。どこが？遅っ。ほんま遅い。はい、コメント見ましょうか。これはバイクさんかな。ああ、そう。まだ分からんぐらい。まあ人生も芸人もそうなんですけど、道じゃないと思ってたとこに意外と道があるもんです。レッツゴー。あー、マジか全然分からんかった。いや、道見えてなかったやろ。道見えてなかった、そういうことなんですよね。はい、ありがとうございます。ちょっとタバコ休憩入ります。はい、タバコ入ります。森田さん、タバコ入りますあ、ありがとうございます。 BKB おめでとう。マイクさん、おめでとう。ありがとうございます。ということで、タバコを吸わない、吸いながらやっていいですか。もう、あ、ダイエットコーデお願いしますだから俺ん家でやりたがって。いや、俺明日7時に家出るから、家来てくれたらええやん。さあ、次はどうしよっかな。あ、すごいずれてるね、実は。全然ずれてるんか、これ。実はこうかな。これがちょっと、これアナログで撮ってるんでね、すごいずれてる感じはしますけど。あ、すごい、余計ずれた。これぐらいか。
あ、これぐらいが綺麗かもしかしたらね。はいはい。さ、次は、あ、そんな珍くないですか。はいはい。ちょっと、あ、なんかえらいコメント来てる。オセロね、あー、まあね、オセロみたい。花札、うわ、渋いね。ヒット&ブローはまあやりたいね。ヒット&ブローはね、森田が意外と強いんですよね。あー、うん、でも、あの、もう一回デックスやろう。え、悔しいの。もしかしてやけど、やっぱりネックスの鉄鉄ファンもおるかな。ヘックスな。、うん、あ、これヘックスか。そう、これヘック、ネックスなんかないから。あー、パネポン、テトリス、ヒット&ブロー、いろいろ来てますね。いやだね、ウサギと猟犬もやりたいよね。ちょっとウサギと猟犬やる。お前知らんと思うけど、ウサギと猟犬も割といいからね。まだ？いや、まあええけど、ちょっとおしっこ抜きたい。あ、いいよ。じゃあ俺が一人でなんかやっといて。うん、じゃあお前なんては一人でなんかやっといて。ははは、はは、なんその言い方やば。じゃあ俺が一人で、じゃあスロットカーでもやっとくか、一人で。一人でじゃあスロットカーをやります。森田を待ってる間一人でスロットカーをちょっとやります。視聴者減るわ。うん、別にまあ言っちゃええのよね。さあ、これは単純に車のゲームです。相手より早くゴールすれば勝ちということですね。さあ、てつてつは、ちょっとおしっこに行くので、はい、もし音聞けたら聞いといてください。なんでおしっこの音聞かしたいの。さあ、BKB は青、ピンクはコンピューターです。さあ、行きましょう。レディーアクセル、ボンボン。さあ、どうなる。さあ、どうなる。レッツゴーレッツゴー、ブンブンブン。バイクが車で暴走。 BKB、 ヒュヒュヒュ。さあ、いいですよ、調子がいい。あ、いい、うまいね、 BKB。 うまい、速いよこのスピード。これね、巧みにブレーキかけてるんですよね、止まんように。はい、さあ、どうでしょうか。これはね、新年早々一番地獄車タイムかもしれないですけども、はい、ゴール、レッツゴー。すごいね、余裕で勝ちましたね。コンピューター弱いですね。BKB 青色ですね。はい、じゃあ参りましょう。2周目参ります。レッツゴー。明けましておめでとう暴走。ブン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 。はい、行きましょう。さあ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 、これはね、早いね、 BKB のこのコーナーリングの鮮やかさ。うまい。むしろ1名より簡単じゃないのかというね。はいはい、すごいね、簡単ですけれども。さあ、これはもう勝つね、余裕やね。あ、やばい、やっぱ周回勝ちしてるか。はい、ゴール、周回勝ちですね。余裕でしたね。じゃあラストです。もうこれが終わる頃には森田も帰ってくるんじゃないでしょうか。青が BKB の最終レースです。さあ、レディーアクション。6周もすんの。はい、これは面白いステージだ。はい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 、すごいコーナーリングからのもう大差をつけてますけどね。はい、ぐるっと回りまして、これブレーキを一瞬かけてダッシュ、そしてまたここでブレーキをちょっとかけて
はい、ここで、あーやった、いけるいける、まだいける、みんなの応援が力となるでしょう。さあどうだどうだ、ラスト1周、さあこれはなんと、よっしゃこれ何やねはいはい、強かったですね、はい、早かった、ありがとうございます、はい、これね、コンピューターですから相手はね、コンピューターは負けないですよね。はい、ということで、じゃあ次は、森田が帰って、あ、帰ってくるかな、カーレス勝利しました。じゃあたこ焼き、いや、あの、そんなことより、え、え、今ってオイルショックなんですか？と言いますと、あの、はい、何がありますか？トイレに、はい、トイレに大量のティッシュと大量のトイレットペーパー買いだめしてますけど、あの、今俺のトイレにはトイレットペーパーが15ロール、見たことない量の、え、ティッシュ、オイルショック、今ティッシュペーパー20個ありますよね理由は簡単、どうした、ふるさと納税です。あ、そういうことね、そう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 、いや、オイルショックかな、思って、いや、古いな、コンビニ走りそうなった、俺も、いや、1個あげんで、いや、なんて一回ヒットアンドブローしよっか、いや、さっきのやろや、ネックス、ネックス、まあ、ヒットアンドブローやろか、さっきちょっと変えよう、味変えよう、さっきやってたやつなんなん、ヘックスやってたから、違う違う違う、自分がやってたやつ、うさぎ、俺がやってたやつは、お前が便所行ってる時は、うん、シンプルな、これ、スロットか、車、何それ、あー、普通の、うん、やりたい、あー、ちょっとやってみましょうか、うん、まあ、どうせ俺勝つんでしょうけど、いやいや無理やと思うで、うまいのよ、何だこれ、何をするの、丸がアクセル、はい、で、曲がり角とか来たらちょっと丸離して減速せな、うん、バーンって転ぶ、あ、それだけ、はい、はい、え、めっちゃおもろそうやん、何これもうミニ四駆世代にはたまらん、うん、コースやって、青が BKB、ピンクが森田、当てつてつで、LR 押してピンクが俺、おい、そうです、ピンク俺、そうです、はい、LR を押す、はい、同乗し、はい、じゃあ3、2、1でいきます、はい、はい、で、丸押しっぱなしね、丸押しっぱなし、はい、さあ、うわ、おい、はい、何これ、はい、減速ミスいや、減速ってどれぐらい減速したらいいのよ、あー、しまった、カーブでは結構減速しないと危ないことになりますよ、この周回の差はもう、はい、いや、これむずいって、一周差むずいって、これどんだけ俺がうまいか分かりますね、これでいやいやいや、それやり込んでるから、どんだけ俺がこけずにいけるかっていう、このいや、これ止まっちゃうな、あ、さあ、BKB ゴール、はい、ゴールする、あ、まあでもコツ分かってきたな、はいはい、あれお前、ちゃんとゴールするまで終わらんから、なんだこれ、ゴールして、早く、はい、ゴール、はいはい、あの、全部で3面ありますから、うん、あと2面、頑張ってくださいね、はい、さあ、行きましょう、さあ、行きましょう、クラッシュかー、さあ、どっちが、うん、新年早々暴走できるのかといったところでしょうか、 LR 押してください、それでは3始まる2 1、ボンボンボン、さあ、最初の入りはほぼ互角だが、こっからのこの BKB のこのコーナーリングのブレーキングさばきを見よう、森田が上手くなってる森田が確かに上手くなってるだが、しかし BKB とついたこの差は埋まらない、どうなるどうなる、この差は埋まるのか、どっちかこけたらもう終わり、さあ、ブレーキングは森田確かに上手くはなってるが、しかし最初についたこの差が埋まらない、あ、でも確かにね、次あたりいきそうやな、確かに踏み込みは早いレースゲームは負けたくないからな、あ、好きやねんな、最終レースですね、はい、難しいよこのステージは、あ、そう、ぐるんって回ったりするから、そのさ、あんたそのやり込んでるやつのさ、ブンブンせこない、そう、持ち主じゃない、持ち主じゃないかも、うわ、せこ、あ、そ、いや、お互いや、
これやっぱ後ろ来られたら焦る。よし、時にねやっぱ前おるやつのが不利やったりするからね。人生もそうですけれども、うーこっかオッケー、ちょこれおもろいな、これおもろいぞ。シンプルでいいやろ。シンプルでいいね。え、もう一回やんの、クラッシュかーということで、ほらこれ始まって視聴者ちょっと増えたもん。40人ぐらい増えたね。偶然やろ。まあでもヘックスよりは見やすいわな。まあね、その分かりやすいよね。うん、じゃあサンコースマッチで同じのでいいですね。はい、同じコース、同じコースです。青が BKB、 ピンクが鉄鉄鉄鉄で、6周の、クラッシュカーレッツ、3、2、1、ボン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 。さあどこで最初にブレーキをかけるかということですけれども、あ、やばい、なんかお前もなんか止まった。いや、なんかあの条件反射で止まってます。よしよしよし、何周今、あと3周。くよっしゃ、あくそー、オッケー、もう勝つ、これは勝つ、あかんか、オッケー、レッツゴー。このコース一番むずいって、まあ、シンプルがゆえにね。そのさ、どれぐらいでクラッシュするかさ、俺まだ分かってないのよ。でも正直コーナーリングは結構危ないよね、うん、全体的に。うん、連打なの、ちょっとこう、いや俺話してるグッて、ちょっと一瞬話してる。でももう一瞬でさ、すぐ止まるやん、だって。あ、そうね。うん、さあこのコースの方が簡単ですね。3、2、1、ボンボン。さあどこでブレーキを、うわー、あかん、あれぐらいで行くんか。その判断はね大事よ、これぐらいでこけちゃうんかっていう判断。あっ、いけるいける、まだいける、あぶらぶら、くそ、怖い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 、いいよ、いやこれは勝つ、これは勝ちましたね。このステージは負けなそうですけれども、さあどうでしょうか。 OK、 むずいな。いやでも、まあ敵ながら、うん、うまくなってきました。まあね、はい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 、さあどうでしょうか。さあ行きましょう、最終練習クラッシュかー。いや、パネルでポーンみたいな、ね、いや、パネルでポーンみたいなも知らんの。分かんない方、1年前の生配信のアーカイブ見てください。パネルでポーン、去年夏やりました。いや、せこ、何がですか。勝負は始まっております。あぶねー。さあ来ました、森田がリードでーす。くそ、このさ、この僅差、この僅差、どうなる、追いつくぞ。なんでこれ、くそ、待って、待って、何今の、なんかやられてたの俺。ブレーキかけた、ブレーキかけたよお前が。よっしゃ、くそー、くそー、くそー、危なかった、めっちゃおもろかったな。危なかった、くそー。どうしましょう、やめます、ね、やります。これはやります。ただ俺やっぱその3戦目が得意やねんな。3戦目もうまいよ。あ、え、これもうコースはないの、あんまり。これしかない。ないんや。こんなお前50個もゲーム入ってんねんから、コース求めんな、あんま。さあ、青が BKB、ピンク鉄鉄で、3周の勝負、6周の勝負です。クラッシュかーということで、合格ですね。あっ、やばい。さあ、鉄鉄が、鉄鉄がノーミスでいけば勝てる。ノーミスでいけば勝てる。鉄鉄がノーミスでいけば勝てますよ。ノーミスで、ノーミスで、あと何周、あと何周ですか、あと何周ですか。鉄鉄ノーミスでいけば勝てます。あ
これが鉄鉄の飲み込みの速さ。まあ、全3レースのうち3コースあります。2コース勝ったら勝ちなんで、はいはいはい、今1位なんでね、次俺が、次俺が勝てばもう勝ちってことね。そうですね、はいはいはい、飲み込み速いです。ただこのコースは俺負けたことないですね、まだね。さあ行きましょう、クラッシュカー、レッツゴー。さあ、このまま、このまま、ここ遅いな、お前。ここなんか慎重になっちゃうねんな。まあね、シンプルが上にね。あっ、やっ、あっ、オッケー。嘘やん、今のそうなん。オッケー、これはでかい。よし、オッケー。くそー、一瞬追いつきかけたのにな。そうですね。でもちなみに森田さん、あ、てつです、はい、一勝一敗なんで次のコースで決まります。はい、わかりました。こんな比率、こんな正月になると思わなかったですけどね。この、俺このコース一番好きやからな。さあ、泣いてもらってもこのコースで決まる。クラッシュカー、レッツゴー。合格。よし、さあ、鉄鉄の、鉄鉄の真夏の大冒険。え、なんか、うわぁ、もうあかんわ、悪いとこ、悪いとこ出てるわ。もう悪いとこ全部出てる。さあ、周回遅れ、周回遅れです。もうあかんわ。鉄鉄が、鉄鉄がウィニング、ウィニングロード。あー、もうあかん。あ、やっと思った。いや、でも、あー、もうあかん、もうあかん。あー、もうダメです、はい。もういいです、もういいです。あと何週、まあと何週、お前ラスト一緒。さあ、鉄鉄、鉄鉄真夏の大冒険。あー、くそ。なる、なる。まあ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 、今回はね、こんな感じでしたけれどもね。あれ、はい、OK。 あー、疲れた。あれ、俺買ったよね。買ったよ。イエーほら、増えたもん。なんでクラッシュ界でお前が勝ったら。え、でももしかして確かに、うん、この誰でも遊び大全って、うん、いろんなゲームあるけど、はい、パッと見て何やってるか分かるゲームしてる方がいいかもしれない。確かにね。いや、でも深いゲーム多いからな、はい、面白いゲーム。ちょっと一旦戻ります。戻りましょうか。じゃあ、でも俺、好きなゲーム1個見つけてんな。じゃあもうええって毎回なんかそれ言ってるけど。ちょっと覚えてる。いやいや、待ってよ、何なん。正直視聴者数は減るかもしれん。なんでな。けどおもろいやつやろ。おもろいね、でも。ほんま？うん。あ、じゃあ俺ヘッドさんいいで。これシンプルよ。あー、うん、でもヨットかな。ヨット好きなのよ。ヨットちょっといい、はい、ヨットルール説明します、はいはい、せっかくなんでルール見ましょうか、うん、サイコロ使ったポーカー遊びです、はい、サイコロの出目で役を作ります、はい、そして左にエース、デュース、トレイ、フォー、ファイブ、シックスとかありますよね、うん、女から引きますね、うん、いくよ。例えば、ほう、1が3つ揃いましたね。ほうほう、ここで、あの、振り、3回振れるんですけど、1回に1をキープして残り2個振るって感じ。はい、で、1が4つ揃いましたね。そしたら、あの左の4ダイスっていうやつがいける可能性が出てきたという。で、同じ目が5個揃えりゃヨットっていう最強。おう、うん、揃う時もあんねんけど、何回振れるの。全部で12回です。ほう、で、12回のうち左の役を全部埋めたい。ほうほう、埋めないと損ですよね。あ、うん、いや、これややこしいな。めっちゃ減ったで、ほら。まあ、しゃあないんじゃない。でもほら、ヨット楽しい、これ、うん、知ってる人も多いから、ほら、ヨットファンすごいやん、ほら。あ、そうだね。だってさ、難しいかって離れる人ってさ、うん、しゃあないやん。まあね。うん、でもやったらわかります。はい。はい。これ面白いのよ。
じゃあ俺からですね。はい。はい、4、3つあるやん。もう4が3つありますから、うん、まあ、4はキープしますわね。うん、で、ここで揃えたいのが、上の4っていうのでも俺はもういいのよ。4、3つやから。うん、けどやっぱり、うん、4ダイスとか、フルハウスとか狙いたいから、うん、もう一回いきます。全然ダメだね。ロボットさんね、まあまあまあこれはまあ仕方がない。もう一回振ります。うん、あかん。うん？まあでもこれでもここの4が取れたので、うん、4の目の合計という欄です。ここは。はい。4の目の合計の欄を俺今回は取ります。はい。はい、12ポイント入りました。はい、徹底。何それ？これどうやってカップを回す？はい、丸を押してください。これでも結構関係あるの。サイコロ振る。あ、いいね。あ、これフルハウスじゃん。556、あ、だから12を556キープしてフルハウス狙いが強い。やっぱ数字がでかい方がいいから、これもフルハウスとかもね。これで5か6出たらフルハウスです。いけ、出た、出たフルハウス。はい。で、じゃあもうキープに 上にしてください。で、左行ってください、ボタンで。で、28のフルハウスの子押してください。ちょっと俺目悪いか見え、ちょっと森田さんがメガネをつけました。何何？左のフルハウスの点滅してるとこ、その下。あ、これ丸押してください。はい。現在22対28で、鉄哲が勝利してます。はい、おー、あれちょっと待って、111か。あー、まあまあじゃあ行くか。何これ、3回まで振れるの？3回振れます。1、じゃあ俺は4ダイスあたり狙うか。フルハウスいけんちゃん。いやー、出にくいと思うねんな、それは。まあ行くか。そうね。じゃあ6キープのフルハウスに行きます。はい、あと2回でしょ、だって振れんの。はい。そんな出へんよ。あ、うわ、こっちか。4ダイスキープちゃん。そうね。じゃあここでこれ戻して5ダイスがあるってこと。ヨットです、それが。それがヨット。はい。これで1出れば、はいはい、ヨットです。ヨット、もうヨット出たらテンション上がっていいです。うん、はい。さあ、来い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 。あ、来そう。レッツゴー。ヨット。いや、なんか鳴らせくせえな、これ。なんやこれ。すごい。すごいよ。すごいのこれ、はい。ヨットはまず来ないです。へ、はい、ありがとうございます。やっぱ生配信。これが生配信。いや、なんかこれ。なんかやらせ臭いねんな。全然違います、本当にすごいんです。それがヨットです。1,2 これ、あれもあるの、ストレート。ストレートあります。1,2,3,4,5 のストレートと 2,3,4,5 みたいな4つストレートもあります。うん、だから揃えやすい方。どうしようかな。確かにストレート、ストレートいけそうやけどね。うん、 4,5 が出るかどうかやね。けどほんまやったら 2,3,4 とかをやった方が、あ、まあね、両面狙いした方がいいのね。まあ、そういうことね。うん、まあでも、まあ行きましょう。いいんじゃない。四五が出る。四五来い。惜しい。あ、フルハウス。フルハウスでも一回取ってるので、あ、あかんねや。やっても意味がないので、違う作戦に変更してもいいし。スリーカード？そうね、スリーはないね。スリーないんや。うん、なんで一を、あ、もうこれは戻されへんのか。けど森田、一、はい、回。何も揃わない時用ルールに、うん、全合計をそのままポイントにできる時があります。ほうほうほう。だからもう無理やなと思ったらそっちにシフトチェンジしてもいい。役作れへんなと思ったら、あ、間違えた。それが単純に3の合計2の合計っていうのがあるから、あのエースとかデュースとかは、うんうん、いや、これは振り直そう。ストレート狙い。ストレート狙いね、はい、あ、これ4来ても S ストレートやから。あ、そうなんや。うん、惜しい。あ、惜しい、ね、うわ、惜しい。じゃあこの場合置けるのが1の合計、2の合計、3の合計、5の合計、それともチョイスって言って全合計。うん、今でもこの場合俺の経験者のアドバイスからすると、うん、1の合計なんてたかが知れてるから、うん、もうそれを今回使っといた方がいいかもしれない。これ、うん、なんだ1の合計って何や。1が2個とかで終わった時のポイントになります。ちょっとまだ俺よう分かってない、それ。はい、これで1、1、3、4、あー、3、4、6か。
まあそうね、これあこれこそ、これぞこれで行かしてもらいます。来たね。4、5、3が来たらいいじゃん。2、3、4、5、6じゃん。2、3、4、5、6やね。でも俺はチョイス狙うわ。うん。全合計でポイントもらうやつ。これ、はい、球数がいいから今。はい。いいね。おお。これで26ポイント。はい。めっちゃ稼ぐやん、うん、自分。あ、いいね、なんか。おぉ3、4、5、3、4、5、5、5。なんなんこれ、どうしたらいい。あ、でもこの場合は3、4、5をキープして、うん、あー、ストレート狙いね。ストレート狙い、え、2か6が来たらいいっていう、うん、もったいない気するけど。でももう、うん、そうね、フルハウス持ってるから。来た、 S ストレート来ました。で、もうこれキープして、もう左行ったらいいです。え、そうなん。できこれで2をあれしたらあかんの。でももう S ストレート行けるときにもうもらっといた方がいい。そうなん、うん、どれこれ、それ、はい、そういうことです。あと何回あるの。あと〜フルハウス1、1、3、3。俺フルハウスまだやもんな。うん、じゃあフルハウス内で行きますね。1か3。来そうやな。来た、フルハウス。でかっ。でもね、数字のちっちゃいフルハウスなのね。ああ、そういうこと。うん、そんなんもあんねや。大きいフルハウスの方がいい。これはでも、うん、おもんな。66。あ、だからお前、あ、そっか、5、5、6、6。うん、おもんなくない、これ。6だけ残して、ああ、でもテツス6もやってんのか、で5もやってんのか。何が3。そうね、ちょっとこれ分かんないです。何したらいいの。な、俺よう分かってない、役が分かってない。じゃあ今回は全振り直ししたらか、これこの3つキープして2、4末かやな。それ、あ、1、2、3、4、5、B ストレートにはいね、うん、なかなか来んけどね、そんなのは。戻して、戻して、うん、いや、一回やってみよう、うん、さあ、見ろ。ダメか、フルハウスや、一曲。フルハウスも持ってるから、うん、もう俺は全振り直しでええんちゃうかなと思うけどね。これ4とかもいけんの。今ね、あなたは4はいけます。でも4だから4を出さなダメよね。3は、3は使っちゃってます。あ、そうなんや。トレイっていうのを使っちゃってるんで。フルハウスも出してる。あ、うん、いけるわ。うん、2、3、4、5の合計は使ってないから、5とか残しといて振り直す。あ、3を振り直す、3残しといて振り直したらいいかも。1も捨てるってこと。あ、ミスった。1捨てる、1捨てる。で、3がいっぱい来ますようにっていう感じで振る。3がいっぱい来ますように。言うこと聞くな。あ、来た !3! はい、じゃあこの、9。ん？どれ？これ？それ、9。9？ その上。それ。トレイ。はい、トレイ。9点。はい、9点入りました。いや、でもいいのよ、上は。なぜ全部の役を埋めるゲームやから。あれ？うわー、すごっ。いきなり終わりました、2、3、4の5の S ストレートがいただきました。これ普通のストレートいかへんの。俺はもう普通ストレート出してるからね。あ、出してないか。うわっ、え、フォーダイスや、やば。え、これキープ。いや、もう終わったらいい、フォーダイスで終わったらいい。なんで5はヨットいけんちゃうんかい。フォーダイスをミスミスあれして、まあいいけどね、お前のその爆知的発想。そうでしょ、6じゃん、6して。やっぱり、そういうとこですから。すごいね。俺やったら4ダイスいっちゃうわ。やったー、うん。あらやったー。いや、まだ4ダイスよ。あらよっととかやめてください、その。これでもさ、
結局振り直してもさ、そう結局負けてもまあフォーダイスは残ってるからね、うん、そうでしょ、うん、やらん、確かに越したことない、越したことはないです。うわー惜しい、やらせやん。いや違います。でもフォーダイスどれ27下のでかいよこれね。はいそうです。でかでかいね。さあどうでしょうか。11344やから俺はもう B ストレートが出したい。あ、フォーダイス狙うか。俺もフォーダイス狙います。はい4来い。よし、おお。で次4が来たらフォーダイスですね。はい、うん、よし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 。で何になったの。もう俺はここのトレコの1の合計お前と一緒やな。エースのこれを埋めときます。はい、1の合計お23345。あ、お前 B ストレート狙いいけるんじゃない。2345キープしてもう1から6、1から5来たらもう B ストレートです。絶対いけるやん。絶対ではないけどね。待てよ、2回振れるからね。あとね、うん、来たー、見事 B ストレート。はい、はい、で左行って左行ってください。で30のとこ下のキープやろ。いやもう終わってる。終わり、終わりです。終わり。はい左行ってください。下の30これすごいっす。お見事。これは接戦になってきたんじゃん。はい、あのね115対110で。俺ここよね。そうです、はっきり言って接戦になってます。どう、22214だ。俺は4やん。4狙いかな。4ダイス。うん、よし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 、来るな来るな来るな。よっしゃー、フルハウスやん。フルハウスでも俺出してるから分かんねえや。もうこの2の合計を埋めときます。はいはい。あ、それがよう分からへんの。あ、だからその約以外のただの出目の合計っていうのが左の上やねんな。おもんねえ。23356。森田は今2の合計はまだ出してないのよ。あと4の合計も出してない。5の合計も6の合計も出してない、うん、であとチョイスって言って全合計の役なしも出してないから、うんうん、6と5とか残しといて全合計を増やすのもあり。多けりゃいい。56出しゃみたいな感覚強い。6残しといてでもう一回振るって感じね。これチョイス狙いでいいんじゃないかな。弱っ。どうで、これでチョイスの22を俺は埋めたらいいんじゃないかなと思います。チョイスこれ、はい、逆転やん。そうね、ええー、逆転されてるね。お、フルハウス。フルハウスか。早速フルハウス。じゃあ俺は6の合計の、あ、逆や、6の合計の役をもらおうます。ここで6が多ければほどいいっていう、ね、なんやろね、なんなんでしょうね。出た。ああ、18。18はいただきました。はい。お。何回振れんのこれ。全部で12ターンで今8回目です。6の合計は ?6 の合計、森田まだやってないから狙ってもいいと思います。の方がいいよね。うん。分かってきたね。まあ、なんとなく。来い、うわあ、フラウス。フラウスも出してるからね。頼む、あと1個ぐらい。まだヨットもあるからな。うわあ。はい、じゃあ18、6の合計6埋めてください。でもまた勝ってる。負けてんねんな、ヨット出してんのに。だから俺、4ダイスとかがまだやからや。お、3、4、5、6、6。お、B ストレートや。いや、そうか、俺 B ストレートまだか。うん。3456ってことはこれは来るっしょ。2が来たらいいね、うん、あ、2のみか。そう、両面じゃないのよ。来い。うーん、2来い。2来い。うわー、ファッションやらみたい。待って、うーん、
これはじゃあもうトレイの3埋めときますね。はい、なんでもないやつです。よし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 、買ってんじゃないの。あと何回やねんこれ。あとだからターンが12分の9やからあと3回。あ、これは、俺は4はもう使ってんの。4、5、5、5、6。だからお前は4の合計、5の合計と4の合計と2の合計は使ってない。あと4と、まだまあ、ヨット狙いの。の5の合計狙いね。はい。うん、いいね。分かってきたね。うわ、しょもら。何今の、うん、いやいや、あるよ。ほんまかい。そういうこともあるよ。5、2個来い。あかんなー、はい。じゃあ5いきましょう。これ？はい。まあ、でも勝ってるね。負けてるね。23。だ俺がやっぱ B ストレート出せてないな、4ダイスと。2、3。でも攻めるしかないんじゃない。そうね、2、3。4が来たら2、3、4、5、6か。うん、じゃあ俺ここで B ストレート狙わせてください。これはでもあと2回やったらありえるな。うーん、まあね。4来い。4。よし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 。負けるんか、説明しながら。くそ。うわ、5を使ってもた。5の合計ここで使っちゃう。もったいない。うわぁ、最悪やん。うん、正直ね、負けるかもな。1、1、2。うわぁ、何これ。ヨット出して不利なのはなかなか不運で、知ってる人がちゃんと。これはどうしたらいいの。ん、何狙ってんの。1、1、2、3、3。お前はヨット1の合計、お前左のさ、あの薄字のとこがお前がまだ出してへんとかやねんか。ああ、3の合計はやってんのか。そう、2の合計か4の合計か4と狙うしかないんや。うん、じゃあもう2の合計狙ったら2キープして、このあと 4いっぱい来るかもしれんしな。ああ、全然来えへん。もうストレートもないもんね。もう終わってるってことは、もう一回振り直しか。振り直し。なんか後半あれやな、おもんなくなっていくな。そんなことないけどね。はい、じゃあこうなったら4の合計の方がいいんじゃない。でもそうやったら次に置いておかない。まあ今はもうこれ諦めて、うん、はい、振りなのは俺です。もうこの2回、あと2回しか振られんから、それで4ダイスと B ストレートやるから。あ、うん、うん、3、5、6、3、5。まあもう4ダイスで狙うか。5、5。うえ、厳しいね。これどうなんの。じゃあ0に0点もありえるってこと。そうね、0やね。あ、終わったか。はい、0点や。どっちかをもう消してくださいってなんねん。まあ俺は4ダイスじゃない。そうやね。で、俺4の合計とヨットが残ってる。そう、やっと分かってきた。うん、うわぁ、1、2、3、4、5やけどね。うわ、すごいね。けどまあ4残す。4の合計狙いじゃない。ヨットは首っすわやね。すいません。出えへんな、こういう時に限って。なもう一回やな、うん、1個でも読んでたらね。そうっすね、うん、出えへんな。何これ。ってことは俺に最後 B ストレートの神が舞い降りれば。舞い降りればですね。今24点差よな。でもお前がヨット出す可能性低いからね。まあね、俺がだから B ストレートで30点ゲットしたら、うん、1、2、3、4、6。ってことは、6以外キープでしょ。そうね。か、6、2、3、4、5、あ、違うか。一緒。だから、そうか、うん。こうか。そうね。ああ、5来い。来るんじゃない？なんか、来そうやな。なんかやらせやもんな、これ結構。来へんねん。
し負けーよっしゃー勝てー、毎日最後までやってください。なんでヨット出そうかさ、お前がヨット出して終わったらもう最高よ。ヨット狙う1で足りないやろくそー、うん、奇跡起きろ起きろ、はい、終わり。はい、ヨット。まあそれでも俺勝ちました。まあそうね、今回は負けました。初めてやったゲームで勝ちましたと。まあもう一回やったら分からんけどね。まあやらんけどね。長いね、やっぱこれは。うん、もう暗いの嫌やわ。分かりやすいのやるか。テトリスやるか。うん、まあ眠いっちゃ眠いな。何時間やった、何時間やってんの今分からへんな。何時間やってます、まだ1時間半ぐらい。ちょっと今何分やってるかちょっと YouTube 出ないんで教えてもらっていいですか。ね、結構やってるかも。皆さんには出てんのかな、何分やってるって。ちょっとこっち出てないねんな。何分やってます、皆さんね。今僕がタバコ吸ってる間はね、吹っ飛んだでお楽しみください。そうですね、吹っ飛んだ見てくれても、あ、81分やってやってるな。うん、まあバネポンかテトリスやな。まあ1回だけテトリス、まあテトリスやります、ね。うん。テトリスさ、あ、ありがとうございます。あのコントローラーでやらせてもらえないですか。82分ありがとうございます。どういうこと、あのコントローラーって。あのプレステみたいなやつ。ではできへん。プレステみたいなやつでできんけど、ちょっと持ちやすいやつでできるよ。あのそう。持ちやすいというか操作しやすいやつ。うん？なんか言い訳入り。出るんかね。あ、十字な、十字キーのあれ嫌やね。まあわかる、言ってることはわかるけど。あ、間違えた、なんか一人でやってる。まあいいか、森田来る前にちょっと BKB の巧みなテトリスでお楽しみください。あ、いいですね。あ、いいですね。あー、ちょっと間違えました。はい、よっしゃ、やりますか、やりますか。はい、レッツゴーテトリス。じゃあ行きましょうか。対戦は？あ、メインメニューか。ちょっと見にくいな。じゃあ VS でいいですね。はい、シンプルに。LR押してください。うん、2人で。じゃあキャラ選択です。1P BKB で 2P テツテツです。俺は毎回、シグで行ってます。俺は Z で行こうかな。あ、 Z 声うざいからな。そうなの、うん、ビタミン満タンと。あ、あれか。じゃあ、シグが BKB、ロボットの
やつが鉄鉄でです。やるぞー。やるぞー。あー似てる。シグ似てる。俺は操作は？ちょっと待ってくださいね。何ですか？もう始まってますよ。左が BKB、右が鉄鉄です。でホールドあるの？ありますよ。当たります。うわー、またや。またとは？またとは？またや。またとは何でしょうか？この、ね。わかりますよね、皆さん。何がですか？スイッチならではのね、何がですか？操作方法ミスね。なかなかこれは来そうで来ないですね。うわー、ちょっと。さあ、テツテツタイムいきますか。あー、レッツゴーテトリス。テトリス完成。互いにね。あ、間違えた。あいつ何やってんの。ちょっとね、間違えてます、まあ、ここからちょっと挽回というか、ミネラル補給、食事、よしよしよし、ちょっとしんどいな。ちょっとしんどいですね。ちょっとしんどいですけれども、こっからいけるんじゃないでしょうか。さあ、どうなりますか。えらいあれですね、わかんない、口数が少ないですよ、ね、なんでそんな口数が少ないのか。いや別に喋らなあかんっていうルールはないですからね、まあ、そうですけどね、はい、何でしょうか。喋ってもいいですよということですけれども、いかがでしょうか。まあそう、さあどうでしょうか。さあ、てつてつは危なげなく、今年も消しております。何ですか今年も。今年も消してるって何ですか。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけとね、言ってますから、ね、あれ、BKB あれ大丈夫でしょうか。さあ BKB が今追い上げてきてる感覚は皆さんにも伝わってるんではないでしょうか。さあこっからの粘りを見せる時が来たということでしょうか。レッツゴーということで、すごい追い上げというか見せますよね。ただでは転ばない。うわ、テトリスくんの、うわー、あ、そう、うーん、あーい、くそ。さあ普通にテツテツが勝ちました。まあ先に2勝したら勝ちだね。もう一回いきましょう。テトリスというのはテツテツの、醍醐味でございます。何ですか。変な日本語言ってますね。テトリスの醍醐味がテツテツ。さあ行きましょう、俺ちょテトリス。あ、うわやってんなおい、またこれやん、巧みですね、またこれですよ、ね、皆さん棒の運もあるんすよね、結局棒の運が、結局テトリスってね、こういうことなんですよね。どういうことですか。なんかもう操作ミスでなんか負けるみたいなこと、操作ミス、ね、操作ミスしたんですか。皆さん気をつけてくださいね。皆さんはこのようなことがないように、なんかその悪い例みたいに言ってますけど、レッツゴーテトリス。なんか被害甚大なんですか。いえ、そんなことないです。まあ結局ね、調子さえ出てくりゃ指し物 BKB もね、これぐらいはしますよという感じでしょうか。口数の少ないテツテツとよく喋る BKB が今やっております。テトリスレッツゴー。さあ被害甚大とね。さあ
ここからの粘りを皆に見ていただきます、イリュージョンでございます。イリュージョンですか。うわー、やってるなさあ、どうでしょうか。やっぱシンプルですね。先ほどまでの難しく考えてない嘘からなんだ。はい、シンプル、シンプル。はい、消せ消せということですね。あ、なんか勝てそうですね。ちらっと横見ましたけど。なんか勝てそうですね。はい、どうだ。はい、レッツゴー。ミスター、操作。操作ミス。はいはい、ありがとうございます。さあ、行きましょう。最終決戦です。はい。泣いてもらっても声に負けた方が2022年のテトリスチャンピオンということでいいですか。はい、異論はないですか。まあディフェンディングチャンピオンとして、ディフェンディングチャンピオン、まあレッツゴテトリス、しっかりやらせていただこうかな。実は BKB テトリスがうまいんだぞというところ、先日ね、森田のゲーム番組の方行かせてもらったんですけど、そこで俺が今日みたいな腕を一切発揮できなかった緊張しましたね。テレビには魔物が住んでるということなんですけども、まああれが実力だということを、まあまあ分かんないですけどね、皆さんもオンエア見たら分かってもらえると思う。実力はこっちですね。実力はこっちです、正直。レッツゴー。いいですね。レッツゴー。うわ、やってもた。はい、じゃあやってもた。2022年テトリスチャンピオンはそう、 BKB が、やってもた。あれは何するんでしょうか。これアーカイブ残しますので、皆さんいや、ね、ぜひ、なんでこれだけ残すね。ここだけ切り取ってアーカイブ残しますので、テトリス強いのは BKB ということも、頭に置いといてもらえたら。まだわからん、まだわからんぞ。確かにまだ知らへんねや。OK、ちょっとやっと、分かってきましたテトリスがということで、やっと分かってきました、やっと分かってきました。テトリス強いんですよね。はい、もう一回やらせてください。シグで言うね。はい、またする。またする。あ、 Z で答えてきた。さあ行きましょう。これ都合テトリス、左が BKB、 右が鉄鉄です。さあこれは、うわー、運が悪いね。はいはいはい、いかにね最初焦らずいけるかが肝のゲームですけれども、さあ俺はもういつでもテトリスが、もう、はい、行きますテトリス。あ、また見つた。はいはい、あ、なんか弱音入ってますね。操作ミス嫌やな。操作ミスなんかしてないやろ。いや、してんすよ。そうなの。うわー、もう腹立つこれ。コントローラー具体的に何があかんの、コントローラー。いや、あの下押したらギュイーンっていくんすよ、左に。あ、そうなん。そんなことで俺は結構今ミス、でっかいミスしたから焦ってます、正直。でっかいミスしました。これはこっから勝ったらかっこいいんじゃないでしょうか。でっかいミスした。でっかいミスしてる。あ、でもいけるかも、いけるぞ、まだ来た。レッツゴー。勝てる。あー、ミスった。さあどうでしょうか、口数の少ない森田。粘ってますね森田さん、どうやら。うわ、またミスった。くそー、腹立つこれ。やめてくれる、これ。そうね、やめてくれる、そのコントローラーがどうこう。だから俺スイッチの頃あれ嫌やね。同じ条件でやってますから。でも別に俺もやってますからね。うわー、無理か無理か無理か。無理ですね。まだ耐えてる、耐えてんのか。耐えてそう。まあ無理かこれは。まあしゃあない、
殺しはない。はいはいはい。ほんま腹立つぞこれ。はい、一勝零敗で BKB です。さあ次もイケビが勝ったら勝ち、鉄鉄は一勝一敗にできるのでしょうかというところですけれども、さあどうでしょうか。腹立つ腹立つね、やめてもらっていいですか。ゲーム実況で腹立つっていうのはあんまり言うのもね、どうかなと、いかがなものかなと思いますけれども、うん、さあ、どうでしょうか。どうしよっかな、一回あれしようか。あー、前か。あー、ちょっと、あれ、どうしよう。レッツゴー。テトリスかな。テトリス。おっと、テトリス返しね。総裁しましたね、テトリスと。テトリスがね。喋らんなぁ。あいつ静かやなぁ。はいはい。おっと、なるほど、はいはいはい、オッケーですよ。それぐらいの、それぐらいやってくれた方がこっちも熱くなれるのでね。はい、すごい、すごい消してるわ、すごいすごい。どうでしょうか。テトリスが実は一番ゲーム実況向いてないんですよ。こんな黙る。パネルでポンのとか喋ってた。確かに、うん、森田がやっぱっ、森田がやっぱ変に強いとか言うてモテるから負けたくないねんな。だから喋らんくなんねんな。そうやって本末転倒で、ね、じゃあマジ喋らんでええからな。いやいやいや、これ見てたらわかるからね。配信してるからな、一応な。うん、うん、待って。オッケー。さあどうなるこれは。うー、レッツゴー。よっしゃー、あ、まだか。オッケー、まだまだいけるぞ。間違えた。あ、くそ。くそ。粘ってんの？粘ってる。あ、くそ。よし、時代がやっぱもう。じゃあ行きますか。どうですかね。どうしますか。そろそろマジで行きますか。やりますか。はい、マジでやりましょう。それでは、レッツテトリスということで、そんなかっこよく始めへんねん、テトリス。さあ、ここまで見ていただいた方、さようならということで。久々や。森田の負けてるとこ見てる人を追い返し取り。皆さん残っといていいですからね。気にしないでくださいね、森田に言われたからって。うわ、またや。ね、またやってますね。さあどうでしょうか。はい、じゃあ行きましょう。テトリスということですね。テトリスのいい例を見せております。火が甚大なの。どうでしょうね。おっと、あー、そう、なるほど。3勝ありね。うーん、はい、はい、はい、オッケー。なんだっけ。検査開始。あ、やばい、やばい、やばい、これはやばい、まずい。テトリス完成。あー、まずいな。大変だ。あ、そう。ミネラル補給。あ、くそ。くそ。さあ、ここで、まあ、まあ見ていただいた通り、てつてつが、一勝しております。いやいや、でもその前は二勝してますから。その方はもうおられません。ちょっと待って、俺が勝ったの見てる人もおらへんの。そんなみんな言うこと聞いて入れ替わんの。さあ、もう皆さん秒でテトリスがもう BKB ができるんじゃないかと今言わんばかりの、はい、はい、テトリスですね。あ、間違えた、テトリスじゃなかった。間違えた。ちょっと焦りました。テトリスではなかったということですけれども、テトリス完成。大変だ。
テトリスにはテトリスを、目には目をといったところでしょうか。ああそう。大変だ。検査開始。食事。食事。ビタミン満タン。やばい。テトリス。これテトリスと。耐えたぞ、今のテトリスは見事なテトリス。あ、そう。なんか明確に、変な声出してますが。ひりつく。ひりついてるな。ここで、森田が。どうしようかなと思ってます。はいはい、しかし BKB がここで思った以上に耐えてる。ほら視聴者も賞賛の声を上げずにはおれないんじゃないでしょうか。 BKB のこの耐え具合、耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び、はい、さあどう。これは意外と形勢は逆転してるのではないかという。あ、くそ。あぶ、うん、ね。さあ来たのか。あーくそ。何今の、今の声なりファイバーセッションみたいな。うるせえは。耐えてる、耐えてるよ。これはね、歴史に残るテトリスに今なってる気がしますけれど、これは厳しいか。耐えてはいる、耐えてはいるが、どうなる。あくそ、あくそ。あくそ、無理か。よっしゃ。あくそ。さあ皆さん見ていただいた通り、鉄鉄ファン歓喜という感じでしょうか。まあでも、観覧をご覧の皆様、BKB がその前に2勝連続してたのは記憶に新しいんじゃないでしょうか。もうその方にはおっしゃらないので。なんで俺っこなってんの。さあ、行きましょう。さあ、行きましょう。レッツテトリス。これでじゃあ決めましょう。これまたパネルでポンして終わりましょう。もう眠たいですからね。あ、おぉ。あっぶ。正直序盤はね、何と読むはなるんですよね。しゃあない。しゃあないな。セルリアン。三勝アイ。あ、間違えた。あ、これは厳しい。厳しいぞ、これは。検査開始。シアン。さあどうしようかな、どうしていこうかなといったところでしょうか。なんか喋り出しましたね、珍しく。なんかあったんですか、いいことがあったのかな。やっちゃいますかということで。なんですか、なんかあったのかな。急に喋り出したんですけど、怖いですよね、喋ってなかったやつが急に喋り出すとね。あ、間違えてる。最悪や。間違えてるんですか。また間違えた。あー、間違えた。えげつない間違えした。あー、そうなんですか。腹立つわ、これ。はい、お疲れ様でした。オッケー。さあ、これはどう見てもマイクさんが有利という、皆さんの感想をどしどしお待ちしておりますけれども、ありがとうございます。
ぱりね、BK もテトリスやるんだなっていうところをね、おっと覚えて帰っ、おっとんうん、あ、やってもたやったんですか。どうしたもんかな、これ。ちらっと森田が見ましたけど、あいつ死にそうですね。どうしたもんかな。いやー、ミスったか、今のは。違うか。あー、しゃあない。これは。おい。うわー、最悪。あ、くそ。これはだるいね。うん、ミスった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 、あー、完全ミスった、クソ、よっしゃあっかん、これ操作腹立つわ。あっ、バイクさん、よしバイクさん、今コメントいっぱい来てますね。一勝利入り、これで勝ったら BKB が、本日ガンダのテトリス王となりますのではい、お楽しみくださいといったところでしょうか。はい、ありがとうございます。もうね、森田に関してあれ、何これ、もうってこの操作ミス、腹立つわ。そうそう、やめてもらっていいですか。腹立つ。そうそう、そのね、子供やからそれそういうやつ、ほんとにね、まあ、これは多分予想ですけれど、これで森田に今日買ったら売れますBKB がね、おっと売れます言った途端のこの仕打ち、売れさせてたまるか。なるほどなるほど、はあ、これ面白いですね。うれつはところがどっこい、売れますはい、以外甚大ということで、これはいいですね。安定感がすごい。もう頼むわ、勘弁してくれ、これ。まあ、そろそろ。何がですか。そうレッツゴー。ほう。面白いですね。あ、やってもだ、危ねえ。危ねえ。オッケー。あー、やばい、あー、やばいやばいやばい、これはやってもらおうか。やべえか、これは。どうなってんだ、互いでね。来たか、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。このコンボ、頼む、何頼むわ、何が何が、粘れ。あ、なんかお前やばいの、もうそっち知らんうちに弱点を攻撃する。何今の、弱点を攻撃するみたいな知らんやつ。あ、おもろい、戻ってきた。テトリス、おもろい、おもろってきてるね。しかしここで追い打ちだ。追い打ちテトリス、どう勝つか、ビーケ売れるか、今年、危ない、今年売れるのか。ついに2014年ネクストブレイク芸人の殻を破り、アクサハンブレイクよっしゃー。で、今で1勝1敗ってことですね。ええ、4勝2敗とで、まあ5勝選手した方が勝ちにしましょう。ほんまに言うてる、はい、今で3でしょ。3、2か、うん、3勝2敗で BKB ね。はい、おー、またする、なります。
オッケー、レッツゴー。さっき2勝した方が、一応今回の勝負の勝ちですけど、それを5回やるということです。今3勝2敗ですけれども、お前3勝2敗かな。これもう5回ぐらい勝ってる。それぐらいで、やってる方がお客さんも楽しめる、うん、言わないですけど、ね、赤めっちゃ良くない今回。何これ。みんな平等にやっています。よくはないけどね。うわどうしようかな。うわどうしよう。うわ決まらんまま行ってもた。何それ。オッケー。あ、総裁。あ、マジか。あ、これはまずこれさ、なんかネクストのやつさ、うん、どうなってんの。何がネクストのやつが降りてけえへんことってある。ないよないよ。なんか見てたやつと俺逆見てない。そんなことない。そんなことないか。逆見るほどバカじゃないかお前も。あれ、あれ今のも OK。 まあでもそろそろテツテツも、まあ、BKB テトリスはそんな悪くないよねっていうところはもう認めるところには来てるよね。あ、もうちょいですかね。あ、そう3勝2敗やのに。負けてんのに。うん、 OK。 うん、うん、うん、うまいね。我ながら、我ながらうまいわ。ビタミン満タン食事、ビタミン満タン、ミネラル補給、シアン、勝負っぽい。ビタミン満タン、検査開始。シアン、なんだっけ。ビタミン満タン、ビタミン満タン、たかこれは。ついてますね、今現在は。うーん、来たか。弱点を攻撃する。あ、そう、まだそんな余裕が。しんどい。眠い。どうなのこれ。ということですか。今現在が、1月1日の3時28分夜中、元旦。ヒリついたな今の。俺初ヒリつきちゃうかな今年。今年初ヒリつきです。俺もやな。多分
互いな、はい、嬉しいわ、お前と初振り付きできて。ああ、そう、さあ、さあどうなる。オッケー、うわ、やってもうてんなこれ。森田、悪い、悪いな、やべえぞ、これは、これは悪い、これはやべえぞ、俺や、俺や、俺や、うん、あ、でもなんかだるいな。よし、どうや、よっしゃ、まだわからん、いや、あ、くそ、オッケー、え、これでよっしょ、よっしょに、はい、大手、俺大手、やばい。さあ、どうしましょう。さあ、やりますか。さあ、これで片手とです、終わります。現在380人が見てます、すごいね。さあ、4勝2敗。切りつくな、切りつくな、俺、これがしたかってん。これまたやん、もうえって。何ですか、何をホールドしてんねん、あれ。お疲れ。ありがとうございます。え、逆にね、助かる時あるよね、テトリスクラッチ。これってさ、あれを消してもさ、あんま意味ないの。いや、あるあるある、全然テトリスになる、なるなるなる。あっ、じゃあ、ありがとうございます。あ、そう、うん、テトリスかな、被害甚大。ねえ、さあ、これ朝10時から幕張やねんけどね。まあまあ、知れてますけど、まあまあまあね。なんだっけ、う、検査開始。これさってやめてくれよ。そろそろ今年はさ、今年の抱負にしてこれさやめるっていうさ。うん、いや、違うんすよ。何、でも見てるやつが全然違うんだよ。何が、まあ、いや、何かい、ビタミン満タン、食事、うん、セルリアン、三勝愛、どう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 、わあ、ああ、すごいことなった。何ですか。はい、ここでとどめのテトリス。じゃ、すっごいことなったわ今。あんことあるん。見てた誰か今の。いかつかったね今の。ね、なんかあったんでしょうね。あとで俺アーカイブ見とくわな。何があった、何があった。なん、うん、何があったの。なんかえげつない、そう、お、また来た、これ腹立つ。何が、何が。えげつない操作ミスした。あ、操作ミス、ね、何が起こったかわからなかったもん、自分で。まあ、そんな言ってる間にお疲れした。テトリス完成。あ、そう、大変だ、これはちょっと参ったかな。シアン、だるいね。あ、そっか、ミネラル補給、まずいね、まずいまずいまずい、まずいな。まあまあ今回は、今回はまあ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 、うわ、また危ない。オッケーオッケー、よし、オッケー、一勝一敗ですね。国の顔一枚、お前がな。自分で言わよ、あんま。あ、やばい、通行、あ、いけるわ。
完成。大変だ。あ、そう。長なりそうやな。終わりたいねんけどな。セルリアン。三勝愛。シアン。うん。4勝2敗ですから、これ勝ったら俺はもう終わりなんですテトリスがね。うわ、またミスった。これは強いよ。よっしゃ、勝つな。勝ちました、ありがとうございます。申し訳ない、森田、今年は譲ってくれよな。森田喋りませんね、彼は。俺は本当にテトリスやってんのかな。待って、まだやる？あ、続くの？え、続くん？あ、やばい、ミスった。え、ちょっと待って、続くの？そうやろ、死に損ないが。あ、やばい。え、これが俗にあれか、逆転負けたやつか。持ち直した。喋らんねえ。彼は喋らないねえ。持ち直したんか、やつは。まあ、いずれにせよ有利には変わり。おっと、なんか嫌な音鳴ってるな。待って待って、死の淵から蘇ってきたぞ俺。お前フェニックスやったん。うわーマジ死んだ思った。マジで。よっしゃ、あぶねえ。見てた今の誰か。いや、これはまあ確かにね、絶対勝ったと思った。チラ見したらお前も。いや、ちょっとほんまフェニックス、フェニックス、うん、今年のサラバを彷彿させるよ。まあ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 、それはもう去年も彷彿させたけど、去年もフェニックスだったよ。見てほら、湧いてる、湧いてる、決戦すごすぎるっつって。でも現在総合ポイントは4勝3敗でまだ BKB の勝利なんで、はい、はい、これでいきましょうか。ただまあもうこんな試合見せられたらね、皆さん。確かにね、確かにね、もう寝て大丈夫ですよ。確かに確かに、皆さん、うん、さすがに。じゃあここでね、特に読まないかもしれないですけど、明日の予定みんな書き込んでもらっていいですか。ね、さあ明日皆さん何するんでしょうか。皆さん明日何するんですか。その予定をちょっとチラ見したいと思いますので、明日の予定を書き込んだりしてください、生配信の皆さん。さあ生配信ならではの、あ、鼻が痒いですよ今俺は。鼻が痒いですけれども、何だっけ。うーん、さっきのようやったのお前な。もうまたやん、もうってこの操作ミス。声でかいな。腹立つわマジで。ちょっと声がでかいんですよ。もうええって。おい、おい、そしておい、はい、さあ、おい、あ、ミスった。もえ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 、変な、変なことしてるわ俺。あー、そっか、あ、ミスってる、ミスってる、変なことしてる。立て直せ、立て直せ、いけるいける、まだいける、まだいけるぞ、いけるいける、もちろん余裕でいける。うん、嫌な音やな。いやー、どうしよう、どうしよう。ビタミン満タン、ビタミン満タン、
なんだっけ。検査開始。うん、どうした。どうした坊主。いやいや、大丈夫です。はい、発車大丈夫です。はい、そうかい、俺もや。あん、何の音がいい。なんか今変な音だったね。なんか気になる音しますピーってなりましたけれども、うん、あ、ミスった、ミスったな。これはミスったね。うん、あのさ、聞こえてます？今あの電源切れたんすよ、うん、で充電し直して続きはできてんの？分からん。できてるっぽくない？あ、え、できてる、できてんじゃん。できてんの？え、すごいな YouTube って。電源切れてんで。妖怪ブンブンとかだと言ってるもん。動いたって来てる。あ、じゃあ続きからやん。あ、なんかぼやけてますけど映ってると思う、向こうには。え、すごいね YouTube って。すごいな。ということで、ということで、まあ電源は切れたんですけども、はい、電源は突然切れちゃいました、そこから割と死闘を繰り広げましてそうなんですよ。森田が今一緒しております。はい、そうです。まあでも4勝3敗中のやつですよね。はい、こうかな。ちょっと画面調節しますね。こうかな。あ、200人になりましたよ。ああ、おかえりなさい。このファミリーの、ね、ファミリー。あ、これが本来の形です。あの、正直ね、はい、500人とかね、怖かったんですよ。そんな怖ないよ。200人ぐらいがいいですからね。はい。さあ、ということでお待たせしました。お待たせしました。死闘が終わりまして、現在、総合結果は4勝3敗なんですが、はい、その中の、ワンゲームのさっき2勝した方が勝利の1勝が森田がしています。はい、そうでございます。では、改めまして、パネルで、テトリス。テトリス。レッツゴー。再開できたん。すごい。すごいな、YouTube。突然切れても。電源切れてんで、スマホの。なんか、勉強になったな。確かに。うん。すごいね、ネットは。なんか疲れたな。あ、なんか消しようとしてますけど。いや、別に、いや、全然。そんなんじゃなくて、普通に、もうすごく言い訳しようとしております。普通眠たいなっていう。テトリス完成。さあ、森田は着々とテトリスを完成しております。うわー、どうしようかなこれ。そうだね。あかんねえ。これダメね。これはダメです。あー、ダメ。よっしゃ、集中がもう、集中できてない。さっきの死闘から、死闘で力を使い果たした BKB が、弱くなっております。でも、総合結果、現在4勝4敗。これで次、さっき5勝したのが勝ちと、てつてつがおっしゃいましたので、はい、天王山でございます。天王山ですね。はい、では、参りましょう。はい、レッツテトリス。明けおめ。明けおめ。明けおめ、みんな明けおめ。今年もよろしく。さあ、どうなるんでしょうか。ほんま不用意に下押されへんねこれ。そういうのもやめていただきまして、マジマジで、ああ集中、変な集中して、変な声が、聞こえてまいりました。集中してないですね BKB がね、残念ながら。ああ集中してない、すごい下手。やっぱ大事やな集中力って、何事も。さ、なんか言っておりますが、すごいね。
なんか盛り返したな。まだまだやな、これじゃあかんねえ。あー、かんねえ。ビタミン満タン。ビタミン満タン。ビタミン満タン。なんだっけ。検査開始。なんだっけ。セルビアン。シアン。酸素は食事。これはもしかして、ああ無理か、ああ無理か。ミネラル補給。検査開始。シアン。なんだっけ。セルビアン。弱点を攻撃する。セルビアン。損傷あり。検査開始。ただまあ前半の劣勢からは考えられないぐらいにフェニックスビーケビは飛び出てますね。かなり巻き返してはいるとは思うんですけど、どうでしょうか。ただちょっとでっかい手がね出てないから、そこやね。あ、そう。M 性感か。くそ、これは危な。間違えた。検査開始。食事。消えんな。くそ。さあ、森田が王手をかけました。はい、そうですね。さあ、泣いてもらっても天王山。天王山どうなるのでしょうか。BKB がもうわざと負けにかかんのか。そういったところもね、子供やな、したくはないですけれどね、時間が時間ですからそういった大人のねこともあるんじゃないでしょうか。といった、さ、森田も、わざと負けにはいってるんですけどもあれ、あなたはそうする必要ないですけどね。まあそうは問屋ごろ。おっちょ、今のはおもろい同時テトリスでしたね。総裁総裁ということですね。はい、さあさあさあ、そしてまたテトリス。被害が甚大だと彼はのたうつまっておりますけれども、さあどうでしょうかね。危ねえ。弱点を攻撃する。危なかったですか。食事。ビタミン満タン。これは面白くはなってきてるんじゃないでしょうか。うわ、やってもうてる。はい、やってるらしいですので、で、かたやこっちはやってないので、かなりいい勝負。うわ、やってもうた。またや。三勝あり。なんだっけ。さあ、皆さんのさっきのねスマホが止まってる時に、ちょっとした予定もちゃんと見させていただきました。おいっ子の家行くとか、森田の DVD 見るとか、餅食べるとか、おせち食べるとかね、
関根やっての書き込みどうもありがとうございますという感じでした。それね、生配信ならで今あれですね。どう見てもまずいですね。これはね、これ負けそうですね。シンプルにこれはね、こっから勝つのは相当ですよ。さっきの俺のあれがあるから。まあね、負けました。イエーイ、完全勝利。そうですね、ありがとうございます、皆さん。そうですね、覚醒した鉄鉄ありがとうございます。そうですね、これで BKB の今年ブレイクがなくなりました。まあまあ、あんなもんでブレイクできる必要はないですからね。あんなもんは、言っただけですけれども、ちょっと最後パルポン言っときますか。まあ、いきますか。バレるね、ボーン。あー、眠たい。ただちょっとあれですね、てつてつにコメントしすぎですね、皆さん。てつてつビーキー、あのメンヘラなんで、ビーキーは。これ俺の YouTube ってこと忘れてないですか。あの都合のいい、お互いですけどね、都合のいいこと言ってますよ俺は。ただ皆さんも俺の YouTube のおかげで鉄鉄のゲームが見れてるというところもちょっと分かってほしいかな。何をその鉄鉄鉄鉄を言ってんの。こんな愚痴のゲーム配信者おらんで。BKB とかもうちょっとあれよ、何を鉄鉄鉄鉄言うて。違うのよみんな、なぜ鉄鉄がこの時間にゲームができるか、それは BKB と仲良しだからということ、もうちょっと理解した方がいいけどね。別にできるけどな、いや森田せんよ、俺がやれって言わなね。俺が森田動かしてるんですよ。スイッチなんて買えば一撃やからな。まあ森田そういうことめんどくさがりがしないからね。うん、皆さんのそのね、ささやかなコメントが今日新年一人の男を傷つけたということですけれども。あ、来ました、バイクさん好き、バイクさんも好き、おもろすぎブンブン。はい、メヘラめっちゃ笑った、気使わせてる、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、ありがとう、ブンブン。あ、BKB も大好きです。まあもう遅いけどね。だるめっちゃだる。いやいや、ほんとありがとうございます。あ、ブンブンバイクさんいいって言った人には今年いいことがありますよ、ないよということで。ないよ、バイクさんと同じようにないよ。いや俺あんねん割と。パネルデポン懐かしいね、去年の1年前これか。 OK ですね、来たかパネポン、ついに来ましたねパネポンが。どうでしょうか。よっしゃ、さあ泣いても笑っても。これ去年よりやってない、そんなことない。いやいや去年もっとやったから。さあ参りましょう、去年の2011年の正月から1年越しに対決します。パネルでポーンということで、ルールは簡単です、なんか消していくというゲームです。これもね、どんなやったっけマジで。そう、確かに覚えてないです。でレベルがね、なんかこずれないですからね。3ぐらいでいくんじゃない、だから。いやいや5、5でいい。あ、3、俺じゃあ2でいこうか。いや一緒でいこう、一緒でいこう。3ぐらいでいこうか。3でいこうか、はい、はい、じゃあ、1P が選ぶのね、BKB。まあじゃあ俺は川崎やからグリーン、ネリスいきますね。俺は、
水色やから水色お前水色やったっけお前水色やったっけじゃあ、はい、左が BKB 右が鉄鉄です。どっちよ俺右って言ってやろパネルでポーンどうやんのやったっけこれどうやったっけあれ何やったっけこれこれね縦横に3つ消すじゃなかったっけ、あ3つ消したら消えます。どうやったっけ、3つ消していく、ね 縦は消されへんやったっけ。いや消せるけどなんか横にしか動かされへんってことね。そう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 、こういうことね。こうか、こういうことね。でこうでこうね。でこうか、でこうか。懐かしい、懐かしいな。で気をつけなあかんのは上が詰まっていったら上も削ってあの落としていかなあかんってやつね。1年ぶりのパネポンやぞ。おい泣いてるやつおるんじゃんうわーってパネポンファン歓喜、パネポンファンや。そっか、これ上下ろしていかなあかんねん。そうそうそう。で、このお邪魔とか来たら、これも、これを消すように考えていかなあかんわけよね。うわ、こうや。で、連鎖とか分かってんねんな、あんまり。確かに。さあ、どうでしょうか。あれ、これでやんねん、こうか。ん？あっか、回ってないわう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 わ、ちょっと待てそうね、うわよね、うわやばいやばい、なんかうわあれ、こっからどうすんのやったっけ、これどうやって消すやったっけ。よっしゃ、うわー、だるよし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 、なんかやばそうやな。来た、え、なになに、なんか来たっす、あ、やば、あ、どうせやったっけ、どうすんの、やばい、負けた。よっしゃ。さあ、てつてつが勝ちました。今久々のパネポンです。パネルで。ポン。これもさっき2勝したら1回勝つということですからね。はい、それじゃあ参りましょう。第2ラウンド目。パネルでポン。もうこれ俺は動いてますからね。もう見えてますから。何を動かすかをもう見えてます。ああ、間違えてる。で、こうの、こうで、こうですね。で、こうの。左が BKB、右が鉄ですけれども、これね、瞬時にね、もう何をどうするかっていうのがもう見えてはいるんですけれども、どうでしょうか。ここで、一個一個しかずらされへんのよね。ね。で、こう落ちてきたやつは、瞬時に、消しにかかればいいということなんですけれども、こうですね。で、こうの、で、こうやったら紫が消えますね。はい、こういうことですね。はい、四つ消しの、で、あ、間違えた、はい、これはどうだ、あかん、あかんの、操作はシンプルですよ。これはこうか、これで青が消えるはず、これ、はい、消えました。で、こうで、何これ、で、こうので、こうか、で、こうの、で、こうか、で、で、これを下ろしていかなあかんのか、これ下ろしていかな、危ない気する、危ないな、二人とも一緒な感じですか。なんかでも不利な、あー、なんやこれ、どうすんのこれ、どうやって下ろすね。ミスった、失敗したかな。失敗かどうかも分かんないですよね、いまいち。
わからん。うん。やばい。なんか勝ちそうですけどね。どうなんや。どうですか。ああ、そう。なんか手応えなく勝ってますけどね。手応えなく勝ってます。さあ、行きましょう。うん。さあ、行きましょう。第3ラウンドパネル。ポーンということで、開けましておめでとうございます。2022年もよろしくお願いいたします。もうここで俺動かしてますけどね。開けてるんでしょうか。それは絶対開けてますよ。時間は平等ですからね。はい、開けておりますけれども。気持ちも開けてたらいいですね、皆さんのね。どういったんでしょう。おっと、早いですね、落としてくるのが。ですが、これで、形勢は戻ったんじゃないでしょうか。そしてこうですね。そしてこうのこうのこうか。あ、逆や。こうかな。でこうで。でこうのこうの。あ、だるいですね。ダルシムですよ。あら。これはこうか。こうですね。ででこうで、こうですね、ここでこうで四つ消しですね。おーっと、これはどうだ、これはどうなる、おっと連鎖か、これは調子がいい、ちょっとわかんないっす、わかんないどうすんだこれは。確かに、あの、何したらいいかわからん時、わからん時ある、うん、こうか、こうか、こうやな、でこうで、おっと連鎖がすごいですけれども、やばい。やばいんですか。同じくです。同じくですけどね。ああ、もう操作が。うん。なんか勝ちそうですけどね。どうなんですか。いや、そんなことないです。本当ですか。まだ大丈夫です。勝ちそうですけどね。はい、勝ちましたということで、2022年のパネル1本の王者は BKB ということが決定しました。まず BKB が一勝でございます。何ですか、まずっていうのは。じゃあ俺は一回負けてるんで。森田、はい、4時、夜中の4時に400人見てるぞ、うん、すごいね。僕一回負けてるんで2にさせていただきます。いや、わけわかんない。じゃあ俺も2にしますけどね。はい、2でいいですか。はい、2でいきましょう。はい、2でいきましょう。さあ、さあ、キャラはさっきと一緒でいいですかね。僕は茶色なんで。はい、お前茶色やったっけ。じゃあ俺は、クールなんでブルーでいきますね。うん、さあ第2戦、はい、1戦目は BKB 勝ちました、うん、パネルでポーンということで、もう俺を動かしてますけどね、すでに。すごいねんな、それ。すっごくない。そういうやり方ですけどね。さあ連鎖しまくりでございます。もう慣れてきましたので、もう消えに消す感じですかね。そんなに消していいんですかということですけども、怒られるんじゃないですか。さあ、さあ、さあということで、また連鎖の旅に出ようと。奇遇ですね。俺も出ようと思ってたんで、連鎖の旅に。さあ、この連鎖見てください。はい、はい、パネルでポーン。ということで、まあでもこうすぐ消えます。はい、見てください。パネルでポーンということで、ここもこう消しましょう。はい、で流れでここも消しちゃいましょう。そしてここも消しちゃいましょう。さあどうなる。もう困ってるんじゃないですか、向こうは。困ってる。さあ全部消えましたということで、困ってるというところでしょうか。お互いが困ってるんじゃないでしょうか。そっかそっか、こういうゲームやったな。そうだ、これどうやって上に知り上げるんやったっけ。ちゃんとちゃんとちゃんとじゃなくて、上に知り上げるってどうするんやったっけ。知り上げるってなんですか。あの下がさ、こっちが消しすぎて遅い。なんかそれあったな。せり上げれてたやん、自分で。なんかあったね。うん。何やったっけ、それ。うまくなった時にやってて、なんか。どうやったっけ、せり上げる方法。さあ、せり上げる方法知ってる方、コメントください。あ、わかった、LR や。LR で？あー、こうか。うわ、意味ないのにせり上げてもた。俺も。せり上げたくないのにせり上げてもた。
さあどうでしょうか。これでやば、そうですね、やばいですよね。さあ4つ消しがいけましたけれども、あ、目には目をってやつですか。これで、あ、いいですね、6個消しですからもうほぼ連鎖ですね。あー、クソ、ミスってる、はい、ミスってる、あー、もう十字キー、はいはい、あ、またなんかテトリスみたいなこと操作もね、なんか言い出しましたけど、あー、十字キー、なにこれ、なに、十字キーは大丈夫や、どうした。さあ、はい、はい、お疲れ様です。これはむずいぞ。さあ、ということで、第1戦目 BKB ですね、2勝した方が勝ちです。参りましょう、パネルでボーンということで、もうここでね、さあ、もう僕は動かしてます。そう、どこを動かすかも見えてます、ここですね、はいはいはい、で、ここの、で、こうですね、はい、もう慣れてきました。なんかデジャブですね、去年の今頃思い出してます、 BKB がパネルレポン確か12連勝ぐらいしてたんですよそうでしたかね、はい、で、森田は後半慣れ出して、いい勝負になったんですよね。でも去年のこの感じ覚えてます、最初は BKB が勝つんです、大体ね。で、森田は覚えてきたらできるんですけど、覚えるまでがまあ遅い、ね、なかなか覚えない男ですから。さあ、覚えてからは早いんですか、ね、あ、鬼の連鎖ですね、これと、あ、そうなんですか、はいはい、なかなか消えないやつですね、それ。あ、これが鬼なんですか、これ鬼ですね、このレベルで。あ、これぐらいが鬼って呼んでるんやそっちは。さあ、競り上げましたと、あ、自分で、はい、余裕ですね、はい、すぐ消えましたよ、何の鬼でもなかったですけれどもあ、確かに消えにくいですね、あ、でも消えましたね、はい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 。で、これもハート。ハートを消しちゃいましょう。そして、これも消しちゃいましょうか。ついでに、お前も消えときましょうか。で、こっちも消えときましょうか。止まんないですね。さあ、そして、三角寂しそうやから行っちゃいましょう。こっちも消しちゃいましょうか。はいはい。で、こっちも消しちゃいましょう。はいはい。さあ、これも消しちゃいましょう。はい、競り上げましょう。もうなかなか。うん。で、こっちもこれもこう消えましょうか。はい、どうでしょうか。今の BKB のとこアーカイブあったら見てください。すごくスムーズにいろいろ消しましたよ。さあ、どうでしょうか。どうでしょうか。忘れたらここにやってきます。パネルで、ボーンということで、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2022年もよろしくお願いします。明けおめ。明けおめ、ヒュー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 、2020cc もエンジンでかいバイクだけに、ブンブン、レッツゴー。懐かしい。やめてくれ、やめて、やめてということですね。さあ、これは、おっと、なるほど。さあ、鬼の連チャンで。鬼なんですか。さあ、これでいいんですかね。その程度が鬼なんですかね。残念ですね。さあ、BKB がビビってるところで。ビビってはないんですけれども、はいはいはい、でこうかな、はいはい、どうなってる、どうなってる、どうなってる、そっちどうなってる、こっち元気してますよ、あ、なるほど、こっちはどう、女の子、こっちはもう紅白の結名よかったですね、そうな、うん、なんて今ね、いい点だ、ここで生きてたい、君からもきっとピンとずれたヒント、そんなもんは知らねえ、いいわね、俺は俺、行き先は不明さ、風に任せて、この先の前途多難も、これまでの楽しみ、決め師何歌ったんですか、あのビュー、あのあれ錦鯉さんのあの流れてた、何やったっけ、ビューティフルライフみたいな、何それ、お前さ喋ってさごまかすのやめてくれやよっしゃ、危な、俺の方が今軽快に歌ってたからな、動き出せ俺の中の少年のようなパネルでポン、うん、さあ行きましょう、パネルでポン、オッケーオッケー、あ、なんか早いですね展開が、ずっと友達だが時は経ち、離れゆく街の中で共に育ち、この街から力ため、一からのスタートを切った君に幸、ずっと友達だが時は経ち、離れた街と街で別々の道、選んだりランダムされた人生を共に生きてる君に幸、あれあれからいくつかの年、 YouTube ってこの歌ってんやったっけ、冷めていつ大丈夫過ぎてた日々、この歌ってんの意味もなく語り明かした公園
の鉄棒も今じゃ小さく見えてた。あの山の向こうも今じゃマンションだらけ、コンクリートゆっくりと流れた時間、気づかぬうちに過ごした未完成の期間、時間バカバカガラの見たままのものを信じ出すし笑ったあの頃のダッチ、街から離れても変わらず同じ気持ちで、変わらずこの街でまた出会ったならその街で何か変わった街見つめながら語り明かそうあの頃の気持ちで、ずっと友達だが時は経ち離れた街と街で別々。こんな覚えてる20年前の歌。いやいや、あんた結構間違えてたよ。いやお前もな俺が訂正したとこあったでパネルでポンやから、ね、その後はえどれ今の次ずっと飛ぶ、だから2番っていうことやな、うん、でもこの先の前頭棚とかももう歌って持ってるからな。いやまだやろ、うん、あれからいくつかの年重ねて傷抜け過ぎてた日々、意味もない語り明かした公園の鉄棒も今じゃ小さく見えたか。あの山の向こうも今じゃマンションだらけ、コンクリートゆっくりと流れた時間、気づかぬうちに過ごした未完成の時短さっき歌ったもんなしながらも見たままのものを信じ出す、して笑ったあの頃のダッチ、街から離れても変わらず同じ気持ちで、変わらずこの街でまた出会ったならそのわしで、さらに変わった街見つめながら語り明かそうあの頃の気持ちで。これ一回止めよう。てん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 。いやそれあれだよ、これ未来か努力嫌いの俺、今日以来遠い未来の俺、10年後の君のため日々地道にと誓った手紙の中の願い、でかい大人になるため絶対限界まで走り抜けるまで諦めない。さあ俺が2勝しましたか。いや今1勝ってことで、今1勝いっぱいじゃなかったっけ。パネル君は一勝いっぱいやん。だ一勝いっぱいですね、これで、うん、はい、ってことは僕が、アドバンテージでレベルを1、2アドバンテージにかかってんのじゃあ1でいこうか。いやいや、2やって、ってかもう別に5でよくない。いや、5早いで。あ、そうなんや。で2でいいか。2でしょ、うん。あ、森さんリクエスト来てます。なんすか。イエスタでアクセスオーバー。イエスタでこれはあの、ジャスラック来ないんで、これはね、はい、あれこれどうなってる。じゃあ俺はグリーンに戻しましょう。お前もグリーンかい。左 BKB 右鉄鉄で、参りましょう。最終決戦です、うん、パネルでポーンということで、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。イエスタデーアクセスオーバー、まだ最後じゃない、全部捨てちゃったりして人生ブラックオーバー。ウォー、君たちは分かってるの、ああ人生どっちに転んでも Take it easy ただがむしゃらに突っ走る、ただの負けず嫌いなんだけど目を閉じて走るわけじゃない。ワン、イエーイ、さすがに腹立つなまだ最後じゃない、全部捨てちゃったりして人生ブラックオーバー。ウォー、君たちは分かってるの、ああ人生どっちに転んでも Take it easy。 ええ歌やな。あれね、あのね、実はね、そういう、あんまり知られてないあれなんですけど、 A メロとか若干覚えてんねんな。どういうこと。傘もささないでみたいな。え、まだなんかあんのこれ。これだから、これサビなわけですよ、イエスタデイのところ。あー、そういうの。何やったかな。
え、伝説の幻の A メロがあるってこと、はい、そうそうそう、外は雨なのに絶対教えてよそれ、傘もささないで、でもあんま覚えてないんだ。そうか、うろ覚えよりはサビ完璧の方がいいか。周りまで巻き込んでは覚えてんねんな。そういうのは A メロ。はい、いつもみんなは同じテンポで生きてゆくのだろう、またエラー思い出してんねん。だからイエスでアクセス、こんなんやってん、確かなんかサビ入る気がした。まだ最後じゃない、サビ入るんやろなと思った。全部捨てちゃったりして人生ブラックオーバー、ウォー、君たちは分かってるの、あ、人生どっちに転んでも Take it easy。 あ、やっば、なんか歌ってる。いや、なんかさ、俺が歌ってる間にさ、なんかやってない。普通にあったらパネルポンやってるよ。何が、お前もやってた。は、だる。あ、何がパネルポンやってる。セコ。あ、どこが、セコ手やな。はい、OK、はい、です。イエスタデイ中に勝ちました。ということで、天王山ですけれども現在1勝0敗なんで、これで勝ったらもう俺の勝ちで終わります。参りましょう、パネルでポン。エンジョイ。あれ、何だっけ、音楽は鳴り続け。ちょっとやっぱ歌うのやめよう。怖いわ。消された。エンジョイ、届けたい夢の鼓動、心躍るアンコールはカスタースタースタース、レミゴー。やめやめ、ほんまに。今ゴーイゴールより飛び込む。カラオケ行こう今度。おとり乗り泳ぎ続け。カラオケ行くから今度。エンジョイ、こうする心響き続け。どうすんねんこの3時間消えたら。もったいないやろ。のってきな的な言葉が出てきた。ここは心躍るところ。悪いところ出てんな。追いつきたい。追いつきたいならけら。さら、行くしかねえ、つかねえ。やっぱ気づいたんだ、キャッパ。幸せの一生地鳴らせば 歌ってるから負けたとかなしな。仲間同士を同士詰め込んだアッパーなテンションなシチュエーション。ハズビー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 、コロナの空気中心さあるつながるグリーキーキーキーバラシ、心みんなと驚かしあるからシンシンシンガソン。街で恥ずかしがりでもできるイマジネーション、望むところだ、邪魔なところま、ところかまずボタン一つで踊る心が。お、プチボ、プチボがいいんじゃない？てか、歌もいいっすよ。あ、いいの？多分、だってアカペラっすよ。アカペラはいいんや。いいっしょ。それは何？今ゴーイゴールより飛び越して踊り乗り泳ぎ続け。ノーバディノーズです。ノーバディノーズ。エンジョイ、インジョイ。来た。レッツゴー。やっぱりな、ハーリア。俺は急いで歯磨く手間は取らせん。さあみんな、あーみんな。負けても知らんで。心騒ぎ出す時間だし。カーギラスパーク。毎日変わることフレッシュデリバリー。ご機嫌やで。2022。ご機嫌な年にしたいわ。まあね、なってたんじゃない。でも割とね、お前は21、最後炎上してるの。あれやんか、お前が好き。ベクトル向かう矛先はプラスへ。なんか鬱陶しいね、急に。あ、なんかやばいな。あ、なんかやばいぞ。わからん。おお、行ったか。やべやべ。やべえよ。オッケー。間違えた。オッケーオッケー、レッツゴー、レディゴー。レディゴー。音楽は鳴り続ける。やばい。オッケー。勝つぞ。天のよっしゃ。ありがとう。ってことは BKB の2勝1敗でございますね。今のところ。そうなるんかな。BKB の2勝1敗パネルポンで、現在1月1日のよ、12月31日の夜中の4時27分、つまり1月1日の朝の4時半です。ということで、BKB があと8勝で、眠い眠い眠い。寝よう。正直寝よう。じゃあ3勝。
三勝やから、あと、あなた、あと一勝。あと一勝した勝ちね。さっき三勝したらパネルポン終わりね。はい。もう俺今日7時起きやから、寝かしてくださいけど。森田、うん、どうするか、寝てか、寝とく？まあ、いいか、その話は、あとで。帰ろうかな。まあ、帰ってもらえるし。え、なんかドラゴンおるやん。それ去年も言ってたで。去年もこれぐらいで気づいてたよ。ドラゴンおるやん。はい、左 BKB、右が、鉄鉄で、現在2勝1敗です。さっき3勝したら勝利とのことです。パネルで、ボーン！はいしょー、これはもう、勝つんじゃない。やっぱ、慣れてくるもんやね。屋敷が、そろそろ俺が慣れてくる。すぐ覚えてたよな、去年もな。ゲップ多いよね。なんか今日思ってないけど。なんなの？病気なんか。ゲップ多いけど。俺もう病気っすよ。あ、ゲップめっちゃ多いね。あ、病気なんや。さあ、次は何のラップいきますか？ラップ縛り。So what you want? So what you mean? 一つだけ。So what you want? What you need? 選んだスタイル。So what you want? 選んだスタイル。So what you need? Yeah, yeah.いつも通りのありもり夢から覚めればいつも通り嘘のようにクラクションだらけなだけのストーこんなならないのにこんな日はそうさどこか遠く離れればいい目を閉じればほら見えるだろう好きにすればいい好きにすればいい立ち並ぶチークタたまりやらたりやるら寂しくなくてすん君が僕を包む Oh yes, oh, yes. なってそうだろうそれは気候にもないものこの世界に世界に一つだけ一つだけ世界に世界に一人だけそれぞれ一つのライフそれぞれが選んだスタイルそれぞれ一つのライフ一つの愛ものイエイイエそれぞれ一つのライフそれぞれが選んだスタイルそれぞれ一つのライフ一つの愛をイエイイエイ一人やりも行きすぎやった何が何やったっけなえ違う一人よりいやまだ早いまだええー、イエイあとある晴れた日の午後日ごとうめなならなら日もうん行くといいなんじゃなんじゃなんじゃお前な今今に明快と。あと言うと、ヒデのラップソング。明快した。よし。やべえぞ、これ。いや、俺もや。互いにやばいか互いにやばい。ヒデのラップソング。おい、その歌につなげんで。あ、やばいな。危な。やばいか。あれ、やばいな。あれ、わからん。どこ？あ、ここか。間に合い。間に合った間に合ったけどとはいえいけるかとはいえポーンとはいえポーン無理か耐えた耐えたけど無理か耐えるか無理かよし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 危ないあー誰減った全然いいよいやおかしいよでも朝4時半に280人見てるねえよ皆さんね体調気をつけてくださいね一人よりも二人よりも桃と桃と多い方がいいよは笑いながらな泣きながらのつまいもいや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 違うループしてまんねんそいつか一人になれるんだから一人よりも二人よりも桃と桃と多い方がいいよは笑いながらな泣きながらのつまいもいや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 とある日は戻ってない日々を日々をさあ行きますかてん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 努力嫌いな俺今日以来遠い未来の俺10年後の君のために日々地道にと誓った手紙の中の願いでかい大人になるため
絶対限界まで走り続けるまで諦めずにもネズミを働こう焦らずとも何はともあれの今日どうどうと生きる日々想像の中で膨らむ君の全て忘れた君の気持ちと希望も伝えるための手紙女神は隣にまだいるのかい部屋には笑い声はあるのかい幸せなら何も言うことはないが愛があればこその君の元へてん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 決め師の未来をお届けして手紙をお届けしておりますてん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 でかい未来に期待したいてるだろうか10年後10年の俺俺ボレーするほどに俺どれほどの男になってるのか今の俺に勝ってるのか優しく俺をそこで待ってるのか1,2,3 年じゃ足んねえわかんねえあと何年頑張ってたどり着ける反省反省振り返れ君と見られずにと行き先は不明さあえ違う違う神様もきっと全ては決まってるさこの時は言うああくだらないつまらない心生まれないつまらない人生人生より綱渡りの人生俺はそれがいいが誰も知らないレール俺が見ずこ誰も知らないレール俺が気づこうまだ見たことない未来へ床に戦う俺がいるきっとそうだろうどうなの未来の俺らの状況はまだ見たことない未来で愉快に戦う俺がいる気あ負けたしゃあ疲れたニーニーあーニーニーうんニー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 ちょっとしんどいなもう一回やるってことラストラストね草木は森花は咲き誇り色とりどり四季をまとめり小春日和もうワッシュの静かな日々の階段を歌っております。それではパネルでボーン今一人ハーフタイムなんてなしに過ぎる日常俺もなんとかここで一応やりくりしてるわけで時にはなりふり構わずに生きよう迎える朝変わらずにまだ日はまた昇り繰り返してゆく窓の外は南風洗い流してこの胸の痛みまで過ぎ去りしの涙時がやがて無意識の中連れ去るのならもらいたいのは同じ気持ちすり減らすかけがえのない命幼い頃の夢だぶらして鏡の前で朝歯ブラシで磨く時もまた頬ずらして家を出るそんな日々暮らして夜を待つのはもうやめよう休んでもいっさ力ためよう静かに時を刻む街めたくし俺らがつなぐアーチどんなやったっけどんなやったかなそっからこれサビなやったっけ静かな日々の階段をあ、そうか静かな日々の階段をエビデパエビデパ女性が俺やったっけそうエビデパ風が止んだ空の真下自らの手で掴む明日フォーエビデエビデレッツゴーじゃねやべビーバービーバーラレボリューション Here ビーバービーバーラレボリューションビーバービーバーラレボリューション The party プロトゥ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 生まれた意味知る術持たずに過ぎ去る時間など気にせずにひと眠り四角い空の下でいつも通り太陽はまた外を鮮やかに照らしまた新しい一日もたらし脱ぎっぱなしの靴履いたところで空飛べるはずもないし遥か遠くの地では残酷な日々が続くのにこんな僕らちっぽけな壁を目の前に立ちすくんでるような
海の向こうの空赤く染まる頃こんな僕らちっぽけな壁なんざ打ち壊して次のことが始めようさ勝ちましたそう目指す先へ光が差し雲がちぎれ見えたパネルでポーンあれのにルルルルけなかくらかし燃やしてしがらみなく過ごした少年時代の絶え間なく響く笑い声も無責任に描いた夢も過去の話今じゃもう鳴り止まない頭痛の種は増え膨らみ出す時間の波に怯え逃げ場探す今さえなく刻一刻と刻む流れに揺られそれでも僕をそっと包み込む君のぬくもりずっと続くのに届くのに僕は止まったきりで何もせずにそれじゃ始まらない眠りの中に救いはない僕は自分の足で歩く不思議と今は戸惑うことなくさあ目指す先へ光が差し雲がちぎれ見えたならば晴れ広いほどの数の痛み胸に吐き寄せ勇気を持って掲げた世界笑うように流れる世界駆け抜けよう共にこんな時代塗り替えるのは僕らの世代そう一人暗い部屋でうずくまったまま何もせずにそれじゃ臆病なまま時間が解決するって言ってこのまま見て見ぬふりしてるならこのままここに立ってる意義が欲しかっただから僕ら必死で戦った勝ち取った小さなプライドポケットに詰め込んで海の向こうの空長く染まる頃こんな僕らちっぽけな壁なんざ打ち壊して次のことを始めようささっき歌ってなかったもんかループしてないそう目指す先へ光が差し雲がちぎれ見えたならばある日がある音の気高く赤い血を燃やして時には冷たい風降り続いているとしても優しい鳥の声がほら目覚めを誘っている、oh. 僕らは動き出してまた何か始めるでしょう、oh. ララ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 ラやーべえなー。オッケー、レッツゴーですか？やーべえ！レッツゴーですか？レッツゴーでした！あ、やられた！ということで、ドラゴンアッシュフューチャリング、パネルでポンでしたけれども。さあ、終わりましょう。パネルでポン！ポンでした。ありがとうございました。ということで、コメントずっと聞けるな、やっぱラップやからじゃない？最高コメント。ラップ歌うためだけにやろうや。何がなんかいついやあと一回何かやりましょう何でもいいから何でもいいね何でもいいじゃあ何でもいいということだったのでおお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 まあ正月ぐらいねこういう日があってもいいんじゃないでしょうかということでもう終わりますから皆さんもね好きなタイミングで寝てくださいということでラストはシンプルにラストは
オセロで割るか。いやいや、オセロ。いや、ちょっとさすがにゲーム性なさすぎるな。何じゃあ、お前、ヘックスでか？ヘックスか。うん。まあ、ヘックスかな。コネクト4でもいいよ。まあ、コネクト4にしましょうか。これね。もう板が今一服してますので少々お待ちください。どっちが先に4つ食べられるか。イエーそれ何、はい、ステディアの子、はい、瞬間すると、はい、あ絶対それでいこう。じゃあ最後皆さん、明けましておめでとう。深夜ゲリラゲーム実況は、ステディアンドコーの春夏秋冬を歌いながらのコネクト4でお別れとなりますので。これ何してんの。季節は流れてイエーイ過ぎ去りしみよほー出会いや別れで新たな旅オンオンカーミナップ春夏秋冬オンカーミナップ春夏秋冬黄色が森田で赤が BKB よイガナゴチャオロス時にすべて巡れば冷たい風今日は柔らかく外は晴れ果てまで突き刺したように伸びる俺の手これはゲームなのかめすべて終わればまた始まりの合図かやきたるその時までつかの間でもいいさ日差し浴びて今はこの場で咲き誇れ時に雨は止まずに仕事は止まずに描いた花咲かずに金繰り捨てたプライドをグライドを拾うやつのブラインドを開けて目指す先に雨渡り晴れ渡り雨上がり降り止まない雨などないそうワードランドタイム季節は流れて、hey. 過ぎ去りし日々よ、oh.願いや別れで、hey. 新たな旅路を、oh, Coming up 春夏秋冬 Here coming up 春夏秋冬 Here coming 遅いなこれことちゃんとやってるな。時に繰り出す銀の実り出す南の木の木の実の中で愛なす呆れ出すような偶然寸前寸止め理由後付け全然タラッ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 ハ駆け上るぜ愛の階段ハ上りを下りに感じるくらいのスピードでのめり込んでく毎晩人は別れて過ぎ去って変わって時間がまた流れて諦めなさいね分かって噛み締め生きるよさ変わらずあったきたあの頃の何もないようなくだらんことも別れて今少しは分かるよキラリとしたその下に愛を季節は流れて Hey 遥かな旅路を過ぎ去りし日々を出会いや別れで Hey ラタナタビジオーカーミラップ春夏秋冬カーミラップ春夏秋冬カーミラップ春夏秋冬 So we gotta go new world ドゥ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 時に俺たちは喜び心にほころび一つない子供に戻っては時止まれそう祈ってこのまま星となれだがしか過ぎ去る日々はつないその意味がわからず時を取ったって人はなぜ戸惑うのとも行く風の後を時に黄金の絨毯踏みしめる習慣会話の節々間違いを聞いたいいかそれだけだったんだけがねえか外して語らいもえか食べらいもなか歩き出すといつも一人で迎えるラブソンあ、まだそれでも立ち上がりまた歩き出すの後春をめがけて描けてそして花は咲き誇り眺めてそして指はまた巡りねねねそして巡り色くることなきこの日時に晴れた空次に雨であれ時に喜び生まれまたね時に喜び悲しみと頬に触れる触れる希望そう季節は流れて Hey 過ぎ去りし日々よ Oh
ほう。出会いや別れで。へぇ。遥かなる日々を。新たな旅を。ほう。カメラップ。春夏秋冬。カメラップ。春夏秋冬。カメラップ。春夏秋冬。これどうなんの？これどうなんの？やばい。いや、どうだこれ。いや、これ俺が不利か？いや、わからん。どうなんのこれ。いや、俺積んでるかも。俺積んでる気がする。いや、でも、いや、いけるか？バイクさん有利かも。まだいけるか？まだいけるんか？黄色が森田です。これはだからばこうやろ。よっしゃ、行ったか、行ったねなんか負けた。なんか負けた。降りない素敵このストーリー。おい、次の曲行くな。ということで、皆さん1月1日もう一回やろう。は？そうやろ。あれやろ、やっぱり。何？ヘックス。ヘックスな。ヘックス。ああ、ラストヘックスな。ラストヘックス。はいはい。ああ、砂糖から歩く君を誘うから誘うから誘うから抜け出しちゃ、いや、いいよ別に。ヘックスで行く。砂糖からラストヘックスな。乗り込み二人ベンチ眺める景色、ひもとくれあのレシピ、肩寄せ合う二人腰掛け、サンルーフの造形版流れ帽子だね。カステの調べ、はい、もうこれで終わります。俺明日踊り乗り待ちはパステの知らせ。7時半に新宿集合なんで、もうこれ寝かしてください。正直揺れ動く観覧車、ライト反反射映し出すベビーマイサンシャイン。そのとらあんま歌われへん。その真心はどこの男のどこでもない俺のところ。ということでラストヘックスです。はい、どっちやせん。そう願ってかわす口つけ。青から青がそろえりゃ BKB の勝ち、赤から赤そろえりゃ鉄鉄の勝ちです。あ、ディープインパクト歌ってください。あ、ディープインパクト。 Why? ドゥンドゥン Why? ドゥンドゥンドゥン Why? 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 ドゥン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  No such, no such, no such。 何だったっけ、これどうしようかな。狙ってやるぞキングに、えいよマドファーカー、声を聞いたか、あげてけ夜はまだまだ、未だ冷めやらぬテンションの中、響いたうなるディストーションの中、おう刻む DTN、ハエル BGM、 好きやマニューゲン、言葉巧み、オタクに届けるフロー、未開拓の資格、突っ込むブロー、サンマイガチュー、アイガチュー、速攻ヘッドン、ロコン。これを森田さん、開けましておめでとう。 BKB って誰？あ、つまんないで、あの、どっか行ってください。メンヘラ、本当につまんないと思います。メンヘラ、センスはないです、そのコメントで。ある人いるんですよ。文句言いながらもおもろい人っているんですけど、それはもうなんかつまんないタイプですね。天変地、起こす震源地になる新天地、察知して速攻キャッチ。これはここを防いだ方がいいのかな。おっせえな。おっせえわ。ユリの精神、宿る死の精神、集い時は満ちた巻き起こすフェスター。早くしてください。あ、これ分かったぞ。あ、そう、確かにね。日本を変える真の音楽と、前の鼓膜直接コンパクト、心に響く凄まじい爆発音を、いよいよ、いよいよ壁はなくなるぞ。日本を変える真の音楽と、前の鼓膜直接コンタクト、心に響く凄まじい爆発音、いよいよ壁はなくなるぞ。たった今日本全土を震撼さす、俺たちが生む新感覚、まるで脳天カラオトスパイルドライバー、グッとくるリアルなやつ、アイスとかや。よう覚えてんな。腐った情報の異常な混雑、抜け貴重な音楽届けるドラゴンガシプラスラッパガリア、マジ半端ない歌詞飛ばすぜ、よ、またなしだ。そっか、俺の辞書にはない限界、21世紀目前奇跡を起こす天才、進化遂げた究極のジャパニーズラップ、イエー。かなりうまくよ、語りつなぐさらに吹かすエンジンは超高回転、かつてない衝撃与える俺らの到来で、いざ決戦だ、欠点が一つもないメッセンジャー、狙うは当然てっぺんだ。
急にヘックス集中してるやん。日本を変える真の音楽とお前の鼓膜直接コンタクト。心に響く凄まじい爆発音を、いよいよ壁はなくなるぞ。日本変える真の音楽とお前の鼓膜直接コンタクト。心に響く凄まじい爆発音、いよいよ壁はなくなるぞ。たった今日本全土を震撼さす俺たちが生む新感覚、まるで脳天から落とすパイルドライバー、グッとくるリアルなやつ、アイストカイハ。腐った情報の異常な混雑、抜け貴重な音楽届けるドラゴンなし、プラスラッパガリアマジ半端ない貸し飛ばすぜよ、待ったなしだ。俺の辞書にはない限界、21世紀も個性奇跡を起こすぜ進化遂げた究極のジャパニーズラップ、イエー。ふぅ、危ない危ない、かなりうまくよかったり。ここは開けといていいんか。あ、さらに深瀬エンジンは超高回転、しっかりチャンネル登録してます、許してください。バイクさんごめんなさい。はい、いつ決戦だ、許します。一つもないメッセンジャー、狙うは当然てっぺんだ。おっせえな。これでもここつなげたとてやねんな、多分。いや、つながれること俺はもう諦めて、さっきこっち行ってるから、つなげた方がいいよ。日本変える真の音楽とお前の鼓膜直接コンタクト。これどうなってんのよ。ちょ集中集中。はいはいはい。これでもなんかそろそろこっちも塞いといた方がいいような気がする。青をつなげたら BKB、 赤をつなげたら鉄鉄です。なんか嫌やねんな。なんか嫌やな。まあね、心に響く凄まじい爆発音、いよいよ壁はなくなるぞ。結局こう言ってもラチあかんもんな、繋がるだけやもんな。たった今日本全土を震撼さす、何も聞こえない、何も聞かせてくれない、僕の体が昔より大人になったからなのか。ん？思春期に少年から大人に変わる道を探していた、汚れもないままに華やいだ祭りの後、引き寄せる道なみに本当の幸せ。ああ、ちょっと待てよ、早く知ってよ、壊れかけのレディオ。ちょっと待てよ、これわからんなもう寝よう、終わろう終わろうぜ。ちょっと待て、すいません皆さん、もうすぐ終わると思います。なぜ朝4時5時に300人の方が今見てくれてますけど、勝っても負けても終わりますからね。これわからんなぁ。あ、間違えた。間違えたんだけど。これは。これ間違えたんだけど。レッツヘックス大逆転勝利。これあかんなぁ。ちょっとヘックス俺分からへんな。いや、分かっては来てるけどね。もう一回だけ貸してください。ヘックス。マジラストな。はい。壊れかけのバイク、ナイスコメント来てます。はい、先行赤と赤つなげたら鉄鉄、青と青で PKB。 こっから行ってみようかな。あー、おもろいやん。OK、 いややろ。嫌ですね。そう、やっぱ相手が嫌なことをする、それがヘックス。
ああ。はいはいはい。なんかやってんな。これ言っても一緒か。こう行かれて終わりやもんな。例えば。しょうか。インスタライブはバイクさんが終わらせないイメージあるけど、今日は鉄鉄が終わらせない。鉄鉄はね、なぜなら個人事務所やから、しっかり正月休みだからですね。まあ2日だけですけどね。あ、2日だけ、うん、グレートフルデイツってどうなんだっけ。ドゥドゥドゥイエーヒエードゥ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 ヒエーこの胸の高鳴りを胸に乗せて日々ここにあるものその手に感じて I got a song, got a song, got a song, yes, I got a songからラブからグレフォーデイキイズル国に僕ら生まれ育ち今こうして踏みしめる大地。なんかムカつくなこれ。あたたた旅に出ようそれぞれのステージ、父から得た揺るぎない誇り、母がくれた大きないたわり。日々の喜び、生き抜くために。ガラソン、ガララン、ガラピコ、ゼイエイエイザ、ガラソン、ガララン、ガラピコ、ゼイエイエイザ、ガレヘン。メイクアピバー、ソコリ、ダーリン、エスダーリン、センキューファーザー、マザー、エンマイフレン。眠い。俺は東京生まれヒップホップ育ち、悪そうなやつは大体友達、悪そうなやつと大体同じ、裏の道歩き見てきたこの街、渋谷六本木、そう思春期も早々にこれに続行に、カバンなら置きっぱなしてきた高校に、マジ親に迷惑かけた本当に、だが時は経ち今じゃ雑誌のカバー、そこら中で幅聞かせたんだら、マイク掴んだらマジでナンバーワン、東京代表トップランカーだ。そうこの地高の国に誠意を授かり、ジャーニー無敵のマイク預かり、仲間たち親たちファンたちに今日も感謝して、荒れたオフロードやりやがったな。うわぁ強なったやんけ。やっぱ見えちゃったよね、荒れたオフロード。さあということで、あれだけやりますか。何あのレースやばいな、お前。あレースだけレースだけやるかということで、泣いてもらっても、このレースで勝った人が今日の勝利ということになりますね、うん、スロットカーですね。さあ参りましょう。青が BKB、ピンクが森田となっております。3回レース中2勝者が勝ちです。レッツスロットカー。あ、すごっ。何が。あ、早っ。あっ
さすがにでしょう。まあね、まあまだ一勝ぐらい。うわ、くそ。しゃ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 。まあ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 。オッケーオッケー。まあいいですよ。1レース目あげますよ。どんどん埋まらってきた。はい。第2レースです。ここのレースは俺が得意としているレースですから、勝つんじゃないでしょうか。なんかブレーキとか押してる？話してるだけ？あ、押してへんねや。走らんな。ちょっと、俺これ見えへんねんて。はいはいはい。はいはい、このあれで、はい、あの配信用のやつで、せこいわ。俺もよ。じゃあ何で1列目、ああせこ、何で1列目買ったんだ。何で1列目買ってんの。1列目見えへんとこやったから、あの見えへんとこでもいけたから。どういうこと。あ、さあもうもうあかん。はい、終盤をプレイ。はい、どうです。はい、別に負けてます。はい、まあ別に。まあじゃあ3列目で勝負やな。特に車好きじゃないんでいいです。あ、関係ない、すごいこと言ってる。はい、ゴール。早くしてください、あくびが出ます。寝ます、早くしてください。はい、はい、ああ、まだ一緒だった。早くしてください、だる遅いです。はい、はい、抜いた最後。何言ってんねん。何こいつ。子供やわ。可愛いなお前。まあ、じゃあラストです。1勝1敗できました。はい、天王さんとなっております。ここは俺が得意としてるコース。まあそれはそう、俺も得意です。青が BKB、ピンク森田で、レッツ見にくいね。2、1、ブンブン、集中。やってもうてる。あー、やってもうた。最悪、これさ、コントローラーさ、いやどうなってんのこれ。口癖やめろ、コントローラー。コントローラーの癖なく、最後は持ち主が買って終わるという最悪ことでした。はい、別に、あ、もうやめます。はい、あ、だる、なんか弾かれた、だる。はい、BKB の勝利です。はい、どうでもいいです。別に。はい、ということで、はい、長らくやってまいりました。はいはいはい、クラッシュ。明けましておめでとう。あれバイクさん、マジ。え、何、あれ俺買ったんじゃん。いや、俺やば。何最後のやつ。はい、明けましておめでとう。はい、どうでもいいです。俺は、3時間ぐらいしたんかな。、ということで、新年のご挨拶できてよかったです。今後とも引き続き、YouTube チラチラ見てくれたら幸いです。ということで、今年もよろしくお願いします。ということでした。はい、じゃあ最後。いや、ほんまに、はい、僕は今日休みなので。はいはい、何時からでしたっけ。これ7時半に新宿集合で幕張4捨て。最悪っすね。夜8時にマジ最悪っすね。夜8時ぐらい帰ってくるから初詣行こうな。はい、マジ寝んなよお前。絶対バイトのと学生みたいに言うの。あ、あーサービスですね。はい、ということで皆さん、今年も2020年元気にお過ごしください。はい、ゲリラ生配信でした。 BKB とブッテです。ありがとうございました。お疲れした。あー疲れた、マジよ。